皆さんこんばんこばは小池晃ですえ今日はとことん共産党の拡大特別版ということで「どこまでやるの共産党」「参院選こう戦う」「政策からネット選挙戦術まで」と題してお送りをしたいというふうに思います。早速ですが本日はスタジオにこの方をお呼びしていますニコニコ政治担当部長の七尾緒さんです。 よろしくお願いしますお招きいただきましたありがとうございますいえいえいえこちらこそありがとうございますあのこのセットでいつもとことん共産党やってくださってるんですね、えー、まあセットっていうか、まあ、い<や>セット、ね、っとっていうほどの問題ないですけど <laughs> <ット S 1> 紙貼ってあるだけなんですけど <laughs> これちょっとカメラさん引いていただいていいですかね <laughs> ちょっと暴露しちゃいますとああのあ引けないあこんな感じなんですよねあのとことん共産党のご覧いただいている方は 僕も実はそう思ってたんですけど、うんうん、結構なセットでやられてるなと思ってたんですよ。いや紙貼ってこう机を置いて,て、これ紙貼ってるだけです<あ>これ。はい。はい、非常にコストパフォーマンスがいいです。コストパフォーマンスでし、えー、はい、それちょっと暴露しちゃいました。ありがとうございます。はいえー、やはりあの今回は本当にあの初のネット選挙ということになるんで、やっぱりネットを通じてね、あの大事な情報面白い情報をどんどんはい、はい。 発信していきたいなっていうふうに思っているんで、まあとことん共産党もはい、はい、ぜひちょっとねこれから力を入れていきたいなとじゃパワーアップしていく、えもうやっていきたいなと思ってるんですけど、そんなその今日はですねあの共産党さんからのご提案で、えー、今日は私がですねあの聞き手としていろいろあのお話を伺っていきたいと思います。えっ、ー、とこのほかですねあの今回の番組の趣旨を申し上げますと、あのニコニコではですねあの各政党もまあそれぞれのチャンネルで 夏のサインに向けてて企画をされているようですそこでニコニコではまあ政党要件を満たす全党にお声がけした上えでまあ手を挙げてくださった政党につきましては順次こうした形でえ公式生放送でご紹介していただきたいと思っております。ということでえ今回は「政党チャンネル拡大バージョン第1弾」として「日本共産党チャンネル」の番組をお送りいたします。よろししくお願いしますすす早速ででが今日はですねはい、はい 2部構成でいきますまず1部目なんですが、はいこれですどんこれは何でしょうか、えーと、これは先日、実はですね6日に、えー、共産党はこの夏に行われる参院選で問われる争点と、日本共産党の改革提言をまとめた、これ、選挙政策ですね、これを発表しました、まあ、5つの大争点って言ってるんで、大争点。はい なるほど,るほどまあ選挙でこう参議院選挙この五つで、まあ小池さんとは訴えてアピールしていこうとなるほどいうことですねふんふんふんで。これにつきましてですね、えっ、ー、とユーザーの皆さんの関心もお伺いしながらじっくりと小池さんにお話しいただきたいと思います。はいこれがまず第一部。しそしてはいこれです。第二部ですね。 ととことん共産党は共産党とはというところから始まって、えー、共産党のネット選挙企画これについてまず共産党さんが考えるです、ね、ネット選挙活動、まあ、これ実はです、ね、今回がその皆さんご承知のとおりネットでの選挙活動が初めての解禁となった、うん、国政選挙になります。これがなんと 17日間もあるんですよね,そうですねこれ17日間ってすごくないですか、2> うん、これ？2週間以上ですよ、ねいでい今、小池さんがおっしゃったいろんなことができる、これについてまず共産党として何を考えているのか、うん、それをです、ね、今回、実はユーザーの方から募集しました、でほほほほいろいろです、ね、アイデアが、えーえー、面白いアイデアが来ております、例えばこれですね、カメラさんに寄っていただきたいんですが、えー、ダダ漏れラちゃんというのがありますね。うん これ一体なんでしょうか、これダダ漏れあきらちゃん。うんうん、で、これはですね、小池さんのことですね。小池あきらさん、ねそ。そう、ですね。そうでしょうね。ええ、こういうあきらちゃんがダダ漏れするっていう。これいて。あの、うん、あの、あれ、前ね、実は。多分、そういうことだと思うんですけど、やったことあるんですけど、一、はい、日をこう。ゆるーく流すっていう。ああ、なるほど。あの、カメラくるついてもらって。ええー。で、車で、あの、選挙カーで。移動している間に、ご飯食べたりとか。はいはい、こう、みんなと、こう。 会話しているところをずっと流すってもなるほどであのメールで来たあ質問に答えるとやったことあるんですけどねえそれニコニコではやっニコニコじゃないですけどわ <laughs> かりました、まあ、あの前あの前回だったんでまだ選挙中できませんでしたからはいはいはいあの公示前にやったんですけどあなるほど一日やってみてあなるほどダダ漏れ企画っていうのやったことありますけどこれはですね、うん、まさにユーザーももしかしたらそのことを あの承知だったかもしれませんがうん、うん、そういった企画もさまざまきておりますので、はい、よろしくお願いしますはい、はい、でそういったことでユーザーの皆さんあの最後までお付き合いくださいよろしくお願いします番組ではですね皆さんからのご意見ご質問企画はまだまだ募集しておりますちょっとさすがに企画は難しいと思いますけど、うんまあ、どんどん紹介していきますのでご覧の番組フォームからお寄せください何でも質問待ってますんでよろしくお願いします分かりましたタブーありません 共産党は多分ありません、多分ありません何度、はい、もいいですまずはです、ね、日本共産党が6日に発表しました選挙政策をもとにお話を伺っていこうと思います、えー、と項目ごとにです、ね、皆さんからアンケートもどしどし入れていきますうん、うん、その前にまず選挙公約なんですけど、はい、これですね、一般になんかいろいろマニフェストとか選挙公約とかですね、うんうん、ちょっと言葉とこが乱立してるんですけど、うん、共産党でいう選挙政策というのはこれどういうことでしょう うんまあ、うちはこう選挙政策というふうに、ね、こう言うわけですよね。うんうん、で、まあ、いわゆるそのマニフェスト政権公約というのは,はい、はい、結局政権取ったらこれやりますよということなんだけどあの、はい、それは政権取れなかったらもうそれは終わりという話で結局なんていうか有権者の皆さんに代わって契約してそれをやりますよというはい、はい、そういう話なんですね。うんうん、だかからららももうう政権から降りたらもう ななくなっちちゃうううわけでは違うと、はい、これやっぱり選挙で公約したことは政権取ろうと取る前と共産党としては必ずこれをやっていくと。だなんていうかね、はい、僕らは政治家だけで政治を動かすとは思ってないんですよ。<あ>政権取ればそれは政治もう直接動かす力はあるけれども、はい、実際に政治を動かすのはあの国民の力だしいろんな運動だしなんか一部の 議員が選挙で勝った人たちがそれを実現するっていうんじゃなくてどんな問題でもみんなと一緒に実現していこうよと例えば原発をなくしていこうとかですねあるいは TPP をストップしようじゃないかとかねそういったこともその全ての問題は私たちは自分たち政党だけでやるんじゃなくてあの国民と力を合わせて実現するっていうのが考え方なんでだからマニフェストっていうのとちょっと根本的に考え方が違うんですよね。ですねうん わかりました。うん、で、あとですね、今回の発表の中で、うんえー、そのへんごめんなさい。あのコメントで小池さん痩せたねっていうコメントが来た。なんかね、最近あのとことんやってても結構そういうの多いんですけどね。これ痩せたというのはなんかあるんですか。いやあの,いやいやいやあの病気じゃないですよ。<laughs> あの <laughs> ランニングしたりね、<あ>ダイエットしたりね。えダイエットしてるんですか。ダイエットしてます。えなんでダイエットするんですか。いやちょっとやっぱりあの。

ラーメンは好きですけどねでもあんまりラーメン食べるとすぐ戻りませんかうんでもねやっぱりラーメンはやめられないですよやめられないですねやめられないですちなみにごめんなさい何ラーメンお好きなんですかえもうラーメンだったら豚骨系ですかねあ豚骨系です一番まずいパターンですよねまずいパターンでも走ってダイエットするそうそうそれで解消すると解消するラーメン食べたら走るとなるほどはい分かりました血管詰まるぞとか詰まってませんからでも小池さんお医者さんなんで そこ点の自己管理はできてません。ん <laughs> <laughs> い。や、医者っていうのはそういうのできないですよ。す医者の不養承っていうのもね<ー>もう、もう典型的ですよね、やっぱりね。あの結構ね、小池さんがお医者さんだって割とあのそうそうそう医者だったのかってご存知ない方結構、まあ。そうですか。結構それ売ってるんですけどねそうそう。そうなんですね、うん。でももう12年やってませんからね。あ、そっか。12年やって。もうほとんどね、うん、もう。 無免許運転それでですね僕いますとこの中でですね自民共産党対決自民党に対決姿勢を打ち出してらっしゃるんですけどこれはどのような点についてなんですか大雑把に。やっぱりだって二大政党ってもうダメでしょで第三極ってもうダメでしょでそうなってくるといろいろとごちゃ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 してたけどそれがこうスーッと今消えつつあるそういう中で。 だんだん見晴らしが良くなってくると、ね、やっぱりまあ60年続いてきた自民党とずっと対決してきた共産党のまあ老舗対決というかやっぱりそれが政治の、ね、やっぱり中心的な対決なんじゃないかというふうになりつつあるんじゃないかなと思うんですよねあの実はちょっと打ち合わせで見せていただいたんですけど「うん、ローリングスンって・ロリングストーン」って雑誌でこれ皆さんご存知でしょうか。うん、これ この特集がですね、その今まさにおっしゃったことと関連しているんですかね。そうですね。これネット選挙特集をローリングストーンの7月,7月号がやってるんですけど、うん、これあの政党としてこう取材したのが一つ一つは自民党ですね。あ、自民党わかりますよね。うん、政権与党ですか自民党。はい、はい、もう一つは C. 葛藤ですよ。どうです、ね、ローリングストーンに C. 葛藤委員長が登場すると。 かっこいいですね、これね、写真ね、はったかね。これ、やっぱり、今の政治状況を反映してるんじゃないかな。っていうのと。あの、もう、もう一つ、やっぱり、この間、話題になってるので言うと、はい、あの。赤旗の日曜版。版これがすごいんですよね、これね。これ、官邸でも、非常に話題になってですね。うん、これ、なんか、受け取った人は、ちょっと、あれ、赤旗じゃなかったのかな、というふうに、ちょっと戸惑っちゃうっていうのは。あの、泣く子も黙る、古賀誠さんですからね。これ、皆さん、ユーザーの方も。 よよよく承知されてますすね,ね自民党元幹事長でこの方がいわゆる96条改正について何、うんうん、かご意見をいやもうこれは反対ですということでねやっぱり憲法が憲法でなくなっちゃうっていう、まあ、そのことを言いながら僕注目したのは,はい、はい、このインタビューの最後で古賀さんはですね、うん、まあ自分は長い間、まあ、自民党の政治家としてはい、はい、自分も誇りも持ってやってきたけれども理合さんがいろいろあって,あって最後にね、はい 私に言わせると、自民党と共産党こそが、二大政党だと思っています。まあ、古賀誠さんがそう言うんだから、もうちょっとこれ間違いない。それ、それ、嘘じゃないですよ。嘘じゃ、本当、本当、一活字になってます。これ、すごいですね。ちょっと、そういう、なんつうか、こう、新しい。もしかしたら、古さん共産党から、出るってこと。いや、そ、それは、ちょっとない、と思うんですけどね。でも、やっぱり、今、本当に、そういう意味では、なんっつうか、かつてない。 保守の人とかね、無党派の人とか、いろんな点で一致すると、本当に力を合わせるっていうのは、うんまあ、TPP 反対では農協、医師会とかね、かつてはちょっと考えられなかったようなん、僕が山梨県で演説会やったら、はい、山梨県の医師会長が来てくださって、<ー>で最初になんか儀礼的に挨拶するっていうんじゃなくて、最後まで聞いてくれて、で、最後、握手して帰ると。<laughs> そんんななこことと、ね、結構いろんなところで起きてるんですよ、ね、でもなんかそれって、うん、例えばねこの間の選挙でも、うんええ、いわゆる第三極がどうのこうのっていうのはいわゆるですね、ええはい、まあ言ってみればマスコミ主導のなんかその組まれ方みたいな感じですよね、ええええ、でもその今の話っていうのはまさに地域で自然にこう起きている、うんうん、そうですね自然発生的というか、うん、やっぱりちょっと今のこのやり方はおかしいんじゃないの、うん、っていうことでいろいろと見てると。 一番なんか自分たちに気持ちに寄り添うことを言ってるのは共産党かなっていう,うそういうのはあるんじゃないですかね。なるほど。わ、ええ、かりました。じゃあ具体的にで,ですね、ちょっと入る前に、えー、皆さんにアンケート取りたいと思います。えー、まあ今ご覧になっている方になんですが、えー、あなたの支持政党はどこですかという質問をしたいと思います。ちょっとこれ結果ドキドキする中身ですね。えー、丸1共産党、うん、2, 2共産党以外の党、3支持政党なし。 はいいかかがでしょうかこれ、ちなみにですね、ええ、えとニコニコユーザーあ、ニコニコ動画で毎月1回、ですね、はいまあ、結果的に13万人規模のネット世論調査をやらせていただいて、ええええ、え共産党の支持率は最新で2.6%ですね、2.6、はい、だと、ちょっとお新聞の世論調査より若干低いかもしれませんけど、そうですね。

ちょっとすごいですね。工作員の会って、それはない。というそんなに工作員ないでしょう。行けるんじゃないか。本当いけるんじゃないですか、これ。だって、これ、な、今何人ぐらい入場。今何人ぐらいですか。五千人。結構すごいですね。すごいですね。これ、とことん共産党の何倍ぐらいですかね。まあ、まあ、いや、とことん共産党よりも十倍弱ぐらい行ってますよ。あの普段の番組より。 工作員5000人っていうのはなっちゃうじいですけどなるほど。いや僕ねちょっと高すたこんな高いと思ってるの。僕もこんもうちょっと一桁大かと思ってちょっとビクビクしてたんですけど。そうか。じゃあ割と。ただそのまだ無党派っていうのが。共産党嫌いな人見てないって言うけどコメント共産党嫌いなコメント多いですよね。多いですよね。いやどん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 笑していただいて。そうでね。はい。どんどん荒らしていただいて。 あの小池さんは多分ねネットに関してものすごい理解ありますよね <Yes. S 1> あの新朝とやっぱ小池さんとかってまあ共産党全体だと思うんですけどなんか割とリベラルな方とか割とちょっとこうそういう方って実はオープンって言いながらコメントとか嫌がってる方って結構いるんですけどです共産党コメント好きよ僕はそうなんですよね やっぱとことんやってて一番楽しいのはコメント読んでてああほですかんでそれ喧嘩しちゃったりとか時々ねああそれはユーザー喜びますね、うんえー、はいはいはい、うん、あ変わりました、えー、じゃあ、えー、と次何でしたっけごめんなさいえっ、ー、とその次にじゃあ具体的にですね、はい、じゃあ政策の話、えー、ちょっといろいろ盛り上がってまして、えー、まあ今回これがですねあの軸として出したわけなんですけど、はい、えとまず一発目ですね 暮らしと経済、これは、まあ、アベノミクスに関連してってことよろしいですかね。うんうん、で、これについて、まず、ポートアンケートですかね。はい。えっ、ー、と、これから説明いただくトピックごとに、これ、ポーにアンケートを取っていきます。まず、皆さんは、今回の暮らしと経済ですね。暮らしと経済につきまして、どのぐらいの関心度がありますかということをお聞きしたいと思います。うん、どうぞ、どうぞ。はい。まあ、アベノミクス。 党について関心があるかどうか、ちょっとこれをアンケート答えていただきたいと思います。どうなんですかね。ちょっとこれはどうでしょうか。かやっぱりアベノミクスっていうとあるのか、ああやっぱりね。関心度が六割弱、うん。そうですね、えー。関心があるトータルでいくとこれいくつですか。八十、まあ九十パーセント近いですかね,ですね。高いですね。うん、うん、やっぱり経済ですね。うん ちょっとこのについて暮らしと経済について小池さんからはい、はい、ちょっとご説明いただきたいと思います。あの安倍のミクスはあの今街頭なんかでも僕もアベノミクスで暮らし良くなりましたかっていうと、うん、もうみんなこうやって手振りますよね。あ違う実感ない,感な,いないないっていうことですね。うん、でやっぱりその結局あの実体経済を温める仕事を増やす雇用を増やすっていうことが全くないで結局バブル で見事にそのバブルが今はじけつつあるっていうかそういう状況でやっぱりなんで日本の景気悪くなったかっていうとその国民の,その所得を増やすっていうことをやってこなかったうん、うん、逆に減らしてきたわけですよねだから私たちはもうアベノミクス反対だけじゃなくて今必要なのはやっぱり、はいまあ、給料。給料上げる。内緒で触れとは言ってない。大企業には兆円という 内部留保貯め込みがねあるわけですから。内部留保相当あるんですよね。これ。そうです。二百六十兆円ですからね。でこれをそのなんか共産党は全部その使えと言ってるかのような誤解があるんで、例えば一パーセントでどれだけできるか調べてみたらば、全部ネットでね今ね企業の有価証券とか取れるんですよね。でそれで計算してみると八割の大企業で月一万円以上賃上げできるんです。おお。あそれは具体的ですね。だそれをやろうと。それこそ。 やっぱり景気回復の決め手だと政府もちょっとこれには反応したんですね珍しく麻生財務大臣が国会で共産党議員が質問したらんか共産党と自民党が一緒になって賃上げ要求するのは歴史はじ始まってそんなこと言ってね答弁したことあるでもね結局あの腰縮だけに終わりましたね あの例えばですね、ええ、なるほどあとちょっと他にあります質問もしたいのでえとあとは雇用ですよね、逆に今、うん、あのー、今度規制緩和で成長戦略って言って中身見ると、はいはい、やっぱり、あれ、限定正社員、今、コメントでも出てますけど、うん、あれ、限定正社員って簡単に言うと、え、うん、っと。 どういういことになりますか、ね、要するに何か仕事の中身とか勤務地とか決めてはい、はい、でその範囲でしかこう正社員としてのね雇用を継続しないだから今あのブラック企業はねワタミとかねユニクロとか話題になってますけども、うんはい、結局その日本中の企業がブラック企業化するようなねことをやろうとしているわけでそうじゃなくってやっぱり今必要なのは逆に雇用のきちっとあの規制を あの逆に強化する方向に持っていくとなるほど、いうことが必要だというふうに思いますよね。あのやっぱりコメントでも、うん、あの助けてくれるとかですね、えー、やっぱありますね。そうですね。うん、だからね自民党はねなんかブブラック企業対策やりますとかって言ってて、うん、なんであの渡美のねあの方を、はい、の会長さん、ね、会長さんをねこ、うん、の比例候補にするのかっていうのはちょっと本当に。 何を考えているのかっていう気がしますねあのこの中でですね、えー、あの共産党その安倍政権につきまして <coughs>、うん、まあ暴走とほころびと破綻っていう、うん、結構かなりっていうか過激なワーディングを使ってますけど、うん、これ具体的にはどういうイメージで捉えていいんですか今のまさにアベノミクスが今言ったような中身ですよね <coughs> やっぱりアベノミクスだっていうことで暴走始まったまあ暴走はいろんな暴走してますけどね、うん、TPP もそうだし、うん、原発再稼働もそうだと思うけど。うん まあ特にアベノミクスがまあなんうか一番の売りだったのにもういきなり株価も下がり始めているしだから中小企業の貸し出しなんて最低レベルまで落ちてしまっているというまあそういう破綻が次々と出てきていると思いますねうんうん、うん。 先ほどの,の GNI って今注目されてるじゃないですか、はいはい、GNI をその安倍さんはです、ねうん、国民1人当たり GNI を150万円増やすとおっしゃっています。この GNI というのはこれそうです、ね、意味はです、ね、国民総所得、はい、英語で言うとグロスナショナルインカムですかね、はい、でこれなわけですが実は、ね、GNI イコール給与や年収と違うんですよね。これそ,そ,それに加えて、うん えと企業の所得も入入っっててます入ってるんですよ、うん、だから今まではそのこういう指標としては GDP 国内総生産を大体いつもは使ってたんだけど、うんはい、国内総生産を1人当たり150万円上げますと言っても自分のことって印象ないから、まあ、多分 GNI、はい、国民総所得を150万円上げますって。うんうんうん だと思うんですよ。あ GDP ってちなみにあの国内総生産って言ってもですね、これ国民要するに海外のそんなんだろう外資系の企業の生産も含まれちゃうんですよね。だそういう意味であの GNI って言ったんですか。いや、ただね GNI は GDP と違ってそこにはね海外からの利息とかあるいはその配当は入るんですよ。だから結局ね今あのいろんな企業が多国籍企業化してて。 国内で生産基盤撤退して,退して外国で儲けるってあるじゃないですかはい、はい、海外で工場を作ってででそれで配当とかが来る、はい、で結局ねそういうことで生きていこうみたいな非常にこう,うん、うん、なんですか日本の経済どうなってもいいんだみたいなねうん、うん、そういう企業行動ってあると思うんだけども、はい、GNI っていうのはむしろそれを促進することになりますよね、うん、逆にねつまりその GNI は極端な話増えても給与が増加するっていうのはイコールではないし、うん、全然イコールじゃないその可能性は まあ、あるかもしれないけど GNI 増えても給料は上がらない事態ともなり得るうそうです実際現実問題として言うと小泉政権からあの前の安倍政権の間の5年間で1人当たりの GNI はですねこれ18万円上がってるんです。うんうん、ところがこの間ですね何がその5年間で増えたかっていうと海外利子配当さっき言った。 海外から来る利子配当が、うん、まあ大体7万7千円、はい、から企業の利益が7万千円上がってるんです結局ね、あのー、小泉それから安倍政権の時も GNI は上がったけれども、うんあのー、労働者の収入が増えたわけでも何でもなく何で,もないで結局だからね,ね GNI を150万円今度上げるってわけでしょそんなことをやろうとしたらやっぱり賃金上げるしかないんですよ やっぱり GNI の圧倒的な部分半分ぐらいは労働者の所得なんですよ雇用者報酬なんですよ、はい、だその雇用者報酬を大幅に上げることなしには150万円なんてのはできないところが、うん、アベノミクスの中に雇用者報酬を引き上げるような政策ではないわけです,ないです、ね、むしろ逆に雇用は規制緩和するっていうことになれば雇用者報酬は相対としては減りますよはい、はい、だそうなると、うん、結局これは絵に描いた餅になるというふうに思いますね そうしますと、まあ、自民党に対すする評価は分かりまましした、はい、そうしますと共産党としてはですね、ええ、そのどうやって経済を立て直すのかっていう話になると思います、うん、そうです、ねはい、あの僕は、ね、やっぱりね日本の経済とか考え方をこう切り替える必要があると思っていて、はい、やっぱりその日本の経済って何でここまで元気になってきたのかっていうとやっぱり、うん、あの本当に優秀な労働者がね知恵を出して、うん、力を合わせていろんないいものを製品作って。はいはい それが国際競争力になって海外にどんどん売られていったと思うんですねところが今大体アメリカ式の会計基準なんか持ち込んで株主の配当株価目先の利益ばっかり考えてねやっぱり企業にとって宝である労働者中小企業を切り捨ててるとやっぱりこういうやり方を転換をしてやっぱり本当に賃金を増やす。はい で今ハゲタカファンドなんかがその西武グループなんかを、ねはい、買収しようとしてるじゃないですか。であ,ああいうのだってじゃあ,そのあのなんてサーベラスっていうのか、うん、あそこはそのどんな電車走らせようとか、うんうん、西武ライオンズどういう地味にしようなんて何も考えてないですよはい、はい、とにかく1円でも儲ければいい <laughs>、うん、としか考えてないわけですね、うん、でこういう連中がやっぱりね日本の経済を動かしてるのを変えて、はい、で大企業に溜まってる内部留保をね、うん 溜め込んでるからハゲタカに狙われてるわけでうん、うん、これはきちっとやっぱり労働者に賃金を払う。なるほど,るほど溜め込んでるから狙われる。中小企業にやっぱりこうきちっと下請け代金払う。こういう経済にしていくことで、何ていうかなその地に足つけて、日本の経済元気にしていくようなね。はい、なるほど。そういう方向で進んでいこうじゃないかということなんですね。はい、ええ。サーベラスってのあれですよ。ギリシャ神話でいうと地獄の番犬。 おまあ、地獄に向かって突き進むということになる、うん、と思いますよねなんかすごいよく分かりましたねありがとうございますさあそろそろじゃあ次に行きましょうか、えー、と次は周りには原発です原発,原発、まあ、これについて、えー、ユーザーの皆さんの関心の度合いをまずはあのチェックしたいと思いますどうぞこれどうなんですか、ね、これねね原発はです、ねうん あの以前、民主党政権の末期の時にですに、うん、原発アンケートというのをやってます、うちで。ええ、で、百二十万、最終的には120万アンケートになったんですけども、うん、まあ再稼働について言うとです、ね、うん、若干、国、ま、論、あ、あ二分するという表現ありましたけど、うん、若干、原発再稼働がプラスだったんですよ、うんね、若干。うん、で、今、どうでしょうか普通の世論調査なんかだと、やっぱり再稼働反対がやっぱり多いですよね、うん、ね今ね。うん はいどうぞどうぞあ関心があるですね,すねただこの関心があるというのは原発賛成反対を含めての話なので、うん、なるほどはいはいはいこれが八割うんこれについてもやっぱり関心がある結構じゃあ暮らしと経済原発っていい感じで進んでますってそうですね <laughs> あのユーザーの関心が高いのではいはい、ええ、はいはいこれについてはどうでしょうかまあ私たちも原発再稼働っていうのはありえないし、うん、輸出も これはもう絶対認められないと。はい、福島原発の収束もできてないのにね、うん、こう輸出なんてのはとんでもない話だと。安倍さんはなんかあのトルコで演説して、はい、日本は事故を起こしたから世界最高の安全水準だと言ったそうですけど、そしたらロシアの原発が一番安全なのって話になりますよね。これはねちょっと無茶苦茶な話ですよ、うんで。やっぱりあの再稼働こんな状況の中で再稼働ってのはありえないんじゃないか。あの現実的でないってよく、うん。 いう方がいるんですけど、はいうん、現実を見ると大井、うん e、原発以が全部止まってるわけですよね。止まってますよね。実質だから、まあ、まあ止まってる。東,東京電力管内でいうともう原発ゼロですよ。ゼ一、ね、年以上、はい、でまあもちろん大変な努力みんなしてるわけだけども、うん、まあ電力は足りてるわけですよね。はい、でしかも大井、e、原発にも活断層の指摘もあるわけですから。はい 日本中ここは動かして大丈夫ですよって発原発ないわけだからなんかね原発ゼロっていうと全部動かしてるのを今全部止めろって言ってるわけじゃなくて多いしか動いてないわけだから多いも止めるそうしたら全部止まりますからそのまま廃炉にするというのが一番いいではないかというの,は私たちの考え方です、うんうんうん、これ表現の中で,です、ね、あの事故の真っただ中という表現なんですがこれはまあ福島第一原発のことなんですけどす、ね、やっぱり共産党としての評価は まだ事故は収束してないってそういう理解でよろしいですか。もう収束どころか危険な状態同じように続いているとと、うんうん、いうのは今あの汚染水が大量に溜まってるわけですけど、はい、あそこに含まれているセシウムの量は、うん、あの事故直後に水素爆発で大気中に放出されたセシウムの10倍って言われてるわけですよ。うんうん、そういう意味ではあの依然として本当に危機一髪の状態が続いているわけで、そういう点でいうとまあ事故はまだま、ね、っただなだと。 あの実はこの間あのロードマップ廃炉に向けてのロードマップが記者会見でまあちょっと見直しでですね発表になったんですけどあのまあユーザーが疑問を持ってるのはねまあ計画はあるんですよ廃炉に向けてところが予算を全くね発表してないんですよでそんな予算がついてないのって計画って言えますかねそれはもう計画でも何でもないですよねでもないですねだからそこあたりやっぱりなんとかそのいやそれでもねハイに進むつもりがないから結 予算も立てないんでですよでね例えば、うん、あのここでちょっと質問なんですけど、うん、じゃあ原発ゼロはいいと、ええ、でも廃炉費用ってめちゃくちゃかかるわけじゃないですか、うん、とこれどううしますこののの廃炉の金っていうのは、うん、これはしかしその原発利益共同体っていうね私たち呼んでますけど原子力村なんていう、ね、言い方もされることもありますけどもこの間、うん、原発でさっ 散々儲けてきたあの企業もあるわけですよね。はい、かだから電力会社はもちろんこれは責任を取らなきゃいけないけれども、うんうん、原子炉メーカー三菱。はい あるいは東芝、日立それからゼネコンなんかも関わってきたでしょう銀行だって関わってきたでしょうやっぱりそういったところが徹底してこのための拠出をするあるいは核燃料サイクルのための積み立て金もありますよねあれだってもう廃炉のためのものに転換をするそれでやっぱり責任を取っていくべきだと思いますね結局だって原発動かしていったらまたもっともっとコストかかりますよ核燃料の処理にしても。そうなんですよね だからまあ,ある意味ではいくも地獄引くまあ廃炉にするってなってそんな簡単でないということは100も承知ですただ、やっぱりこのまま突き進むことによって生まれてくる危険性もそうだしコストも含めて考えればねうん、うん、やっぱり廃炉という決断をすべきだとそうするとですね、えー、分かりましたそうするとじゃあ逆に代替エネルギーというか今、原発は止まっています、うん、ただ、今の電力会社の説明ではですね、うん あのその分、コストがかかって電気料金値上げしていくと、うん、まあそういったことも、まあ、実際問題どうかは分かりませんけどあるわけですねそうした場合共産党としてはその将来の代替エネルギーについては具体的にはどういうふうな形でこれはあの安定的なエネルギーをやっぱり確保していくのは、うん、まあ一つは低エネルギーを徹底してやっていくということあります低エネルギーの使用量を減らしていくとそうですね節,節電。ははい、はい 低エネルギー社会を作っていくってことと合わせてやっぱり自然エネルギー環境省の試算でも、はい、日本が持っている自然エネルギーの潜在能力を引き出せば、うん、今ある原発をフル稼働した時のき 40倍の電気を作れるというのはこれ環境省が言ってますからねあ環境省が言ってますね、うん、ただこれはポテンシャルの問題なんですぐにできるわけじゃありませんはい、はい、でつななぐしかいいと思いますただその今のような形で石炭火力っていうことだけじゃなくて、はい、やっぱりシェールガスなんかもね出てきてるわけですからやっぱりできるだけ CO2 の、ね、排出量の少ない形で火力でつなぎながら5年か10年かかると思いますよその間。 はい、時期はね、うん、でやっぱりその間に自然エネルギーあの再生可能エネルギーに転換をしていくというそういう提案をねしてますなるほど、ええ、分かりましたもっと安くできるはずです天然ガスだって世界一高いものを買ってるわけだから要するにそのエネルギーをこう持ってくるためにアメリカ対アメリカ対ロシアですねそういったところでこう,うまく料金を交渉しながらですね,、うん、ね日本に有利に持っていく必要があるでしょうね、ええ、はいその続きっていうと外交ですね やっぱり外交問題についてはさまざまエネルギーの問題でも含めてさまざまあると思うんですけどこの外交について皆さん関心の度合いはいかがでしょうか外交っていうと,ちょ,っと、ねいね、ちょっと幅広いですけどね、うん、はい。 出ました。あこれもやっぱり、ね、そうですね。これも関心がある、ええ、含めて80%、ええ、90%弱ですね。そうですね。はいはいはい。えっ、ー、と今ユーザーのコメントからは領土問題か、あるいは TPP か、うん、ああ共産にはできないね民主で懲りたワとか、うん、中間を除く外交頑張るとか、うん、まあいろいろあの出てます。はい。ろいろ出てます。はい、でやっぱりその まあ、ユーザーの関心、共産党はその外交で、どこまで、できるのか、というのは非常に関心事項だと思うんですけど。うんうん、はい。さて、いかがでしょうか。いもう少し厳しく突っ込めようと。はい、わかりました。<laughs> はい。<laughs> どうでしょう。共産党の考える外交とは何か。まあ、あの、今の日本の外交っていうのは、もう外交戦略が全くないと。とにかく、アメリカの言うことに従ってさえいれば、うん、日本は生きていけるっていう。 そういう,こうものでしかなかったんじゃないかなというふうに私たちは思っていて、うん、アメリカ続いてる、うん、やっぱり独自外交で私たちはあの日米安保を廃棄すべきだとこれすごいですね以すからそれはもう一貫した主張ですからやっぱりそのアメリカにこう言いなりになって TPP の問題もそうですし沖縄の基地の問題なんかもねそうですけれどもやっぱり日本のね農業あるいは医療とかあるいは TPP なんかでいうとあのまあ コミケっていうんですかうん、うん、まああいう分野にもその影響出るんじゃないかってね,そうですね言われてますよね著作権の問題なんかでねそういうなんいうかアメリカに何でも突きつっがっていくっていうやっぱり外交を変えて安保条約をやめて真の独立国になって、うん、で結局ねその抑止力だ抑止力だっていうことでアメリカを置いてきたわけだけども、はい、北朝鮮は平気で核開発やってるわけですしうん、うん、中国だってこう軍拡をね進めているわけで。うん 彼らにとってその結局抑止力でも何でもなくってむしろ米軍の存在っていうのは軍拡の口実を与えているだけみたいなねうそういう側面もあるわけじゃないですか。で私たちは本当は日本っていうのは憲法9条を持ってる国なわけですから、はい、こういう国々にガツンとものを言わなきゃいけない国だと思うんだけれども。はい まあ、それができてないんじゃないかと。で、やっぱりその憲法九条に、も安保が覆いかぶさって、属国のようになって、何も言えないわけで。うん、で、これ取り除いて、本当に九条の立場で平和外交をやると。で、これが、あの、日本の未来を切り替えていく。っていうふうに思ってるんですね。そういう新しい日本を作っていきたい。うん、だから、共産党に外交できるのかじゃなくて。外交の分野が、共産党が政権を取れば、一番変わります。お、うん、間違いなく。新しい日本ができる。るこれは面白いな。いや、それそうですよ。だって。 日米安保はやめるか続けるかこれはもう二つに一つですからこれやめるということでやっぱり新しい時代作ろうとこれね無理無理、うん、本当かよ永遠に無理危険すぎる、うん、いや変わるだろうけどさってそれは変わりますね危険だっていうのはちょっとね、うん、発想がやっぱりねあの従来型ですよやっぱ新しいね外交構想をねやっぱり持つ必要あるんじゃないですかうん,うん だってアメリカにこうの元にあってなんか日本っていい国になってます？全然なってないじゃないですか。うん、ちょっとここでですね。うん、ごめんなさい。上さんあの緊急でどうなんか TPP なんか聞きましょうかね具体的に TPP。T うん、えー、TPP 賛成ですか反対ですかっていうのをちょっと聞いてみていいですかね。TPP 賛成か反対か。はい。これ共産党は TPP 反対の立場お立場です。ダンク反対。段階反対。段階反対。 すごいな。うん、これちょっと聞いてみましょうか。反対はい、二択でいいです。もうだってもう交渉のね、あれになってから。いや、わからない,いらないしですね。もう。はい、だって、もう、ね、もう。年内にもっていう話なんで。どうでしょうか、はい。これね。実際どうでしょう。これやっぱりコメント、うん。 すべてのユーザーの方がコメント書いてるわけじゃないんでやっぱりアンケートの方がより多分参加してる数は多いような気がするんですねちょっとこれで聞いてみましょうはい結果どうでしょうかおー反対77%だからこれね見るとどうも新聞の世論調査って全然違いますよね やっぱりあのネット見てる人っていうのはマスコミ信用してない人多いし、うん、やっぱりマスメディアはこの問題についてね全くこうあの正しい情報流してないですからね。そうなんですね。ええ、ほとんど毎日私もまあ新聞見てますけど、うん、TPP の話はもう選挙近くなればなるほど全くないですね。うん、そうですね。うん、そういったことがありますね。でねそのお伺いしたいのはその TPP 反対というのは分かりました。うん、ユーザーの皆さんも反対が多い。うん ただですねその、いわゆる成長、日本が経済成長していく上で、うん、やっぱりその自由貿易というのは必要なんじゃないかという、うん、ことは実際、まあ、鎖国で、ねうん、やれたらいいんでしょうけどうん、うん、これはどうですか自由貿易の必要性等についていや自由貿易必要だと思いますよ、うん、TPP は自由貿易じゃないですよブロック経済ですよ、うん、ブロック経済ね、うん、もうアメリカの経済支配のもとに日本を組み込むだけの話しかもアメリカの方は何ですかあれ だって自動車輸出する時の関税は今まで通りにしてちょうだいって言ってるわけでしょですもっと言うと州、うん、ごとに法律があるので、ええ、ある州はやるけどある州はやらないってことも、うん、これ実際可能ななんじゃないでかありしょうそういう意味で言うと、うん、これ決して自由貿易でも何でもないと思うし、うん、あの私たちは自由貿易を何ていうか無前提に。 自由にやれとは言いません。はいはい、やっぱりね、国益、国の主権にとって大事なものはあるわけですよ。うんうん、それは食糧主権。ですよね。はいはい、やっぱり自国の人々が食べるものは自分たちで作るんだと。で、これはの、安全保障の、やっぱり基本でしょう。なぜ、うんねね。コメントで、うんうん、日中か F. T. A. は賛成ですか、反対ですか。いや、それは、あの、食糧の、やっぱり問題が。あの、決め手になると思いますね。で、食糧主権を守れないようなものであれば、これは反対ですよ。当然。うん ええ、やっぱり、ね、食糧主権というのはこれは僕は僕国の根幹だと思うんですよね,ですねで。いざという時にやっぱり自分たちの国民が食べるものをちゃんと作れるようにしておかなければこれは国を守ることはできませんよね。うんうん、でそういう点でいうと僕はやっぱり食糧主権をこう踏みにじるようなものは,これはあのどんな FTA であっても反対です。<対>ええ、あと、まあ、TPP でいうとその 薬品関係、医療関係ってんですかね。そうですね。で、そこはちょっとお医者さん出会った、出会ったっいうとあれですけど、お立場でどうですか。これはもうアメリカが一番狙ってますよね。狙ってる、狙ってっってな。あの、いや、医療分野での TPP、株式会社の病院経営もしかり、それからやっぱりや製薬会社ができるだけその薬価を高くさせようという仕組みを日本にこう持ってこようとしてますから、そういう点でいうとまあ本当に。 まあ、TPP に入るというのは、ね、なんか日本の経済的な利益を広げるなんていうけどはい、はい、とんでもないと思いますよ。うんこれは、ね、はっきり言って例えて言うとカモがネギを背負って煮えたぎった鍋に自ら飛び込んでいくようなことになるわちょっと,それはちょっということだと思うんですやっぱり、ね、そうそうアメリカの食い物になるだけですこれは。あ,のあと、ね、その経済がそのスーパーテストが上がるとかいろいろありますけどね、うん、やっぱりその文化というか日本人の我々の暮らしがどう変わるのかというシミュレーションもして。 するんであればまだなんとなく、ね、分かるんですけど、うんうん、今のお話も含めてどう我々の,、うん、あの価値観とか文化が変わっていくのかって、ねうん、ちょっとねもっと、ね、問題視されていいと思うんですけどそういった話はは新聞等でで全くないです、ねうん、ないいいすね、うん、そういったことを本当にね今やっぱりね自民党僕は自民党だって、うん、ちょっと前はもうちょっとなんていうか国家感というかあったような気がするんですよねそれなりの信念みたいなものが。うん ただ今のね自民党政治ってのは本当になんていうか無責任というか、うん、明日の日本がどうなってもいいと思ってるのかっていう感じはありますよね、うん、財界もそうですね、うん、やっぱり日本経団連だって、うん、まあ昔はそれなりに日本の経済国益っていうのを考えて、うん、いろんなことを言ってたと思うんですけどそれは感じるって、うん、今はねなんていうか本当にこう目の前の自分たちの利益、うん、しかもそれはその国内での利益だけじゃなくて海外のものも含めてね雇用なんてどうなってもいい うん、あるいは国内産業地域経済はどうなってもいい、うん、こういうことでいいんだろうかということはね本当にあ,のある意味では暴国の政治っていうかね、うん、そういう感じがしますよね。TPP なんかに特にその暴国の政治っていうのは感じますね僕はね、うん、分かりました、ええ、あとですね外交でいうと <laughs>、まあ、共産党先ほどありました日米安保をなくすという話なんですけど、うん、これじゃあその日本の安全とです、ね、平和、まあ、言葉ではまあ いくらでも言えるんですけど、ええ、これ実際どう守っていくんですか。うん、いや、だからあの私たちは自衛隊を直ちになくすなんて言ってませんよ。まあ、言ってないと思、ええ、言ってないです。あの、そこちょっと。はい、安保条約はなくしましょうと。安保条約な。これはもう日本をアメリカに縛り付ける仕組みですから、なくしましょうと。うん、ただし、その、じゃあ、それでその自衛隊もすぐになくなります。かってそれはできないですよね。やっぱりね。今の、あの、世界の情勢、特に東アジアの状況を見れば。うんうん しかし、やっぱりその先ほど言ったように外交があまりになかったのが日本だし、うん、徹底的な外交努力でやっぱり火種を消していくということをやっていく、うん、でそういったことを通じて、まあ、あの東アジアの軍事状況政治状況を変えてうん、うん、そしてまあ国民の方でもやっぱりこれ、軍隊なくしてもいいなというような国民的な合意ができれば憲法9条を完全実施する自衛隊解消すると、はい、これが私たちの展望なので。 丸腰で、何もしませんよってんじゃないですよ。うん,う,んうん。うん、まあ、これでユーザーの。ありえません。あ,ありえません。ない、ない。ちょっと、ね、憲法にいきたいと思います。えー、まさにその憲法。ありえんですよそそれはそういの、ね。はい、時代を作らなきゃだめだと。で、この憲法についての、じゃあ、関心の度合いを、あの、今からお伺いしたいと思います。どうぞ。<noise> 軍は必要だよ。 はいどうぞもうこれもねまあこれ関心があるかどうかっていうと、うん、憲法を変えた方がいいっていう人も変えない方がいいいう人もうどっちも入ってから、ね、どっちも入りますだからそれはもうねどんどんコメントで荒らしていただいてですねあの小池さんを攻めていただきたいと思います あ今、ね、憲法一条改正を求めないのってありましたよね、天皇制のことだと思うんだけど、はいはい、天皇制どうですかあの共産党は現憲法の全条項を全面実施するというのは立場ですから要するに、象徴天皇制も私たちはこれを今の憲法の,あの規定通りにやるということですよ。要するに今やってるのは憲法違反なんですよ。 例えば「主権回復の日」の式典にあの天皇を出席させたじゃないですかあれだけ国論が二分しているような問題にね天皇を利用するだ例えば全国植樹祭に行くとかね阪神・淡路大震災の追悼式典に行くとかそれは別に私たちは何も言いませんそれはあの憲法通りのことだと思ってますんでだからそれは憲法通りに実施しましょうっていうのは私たちの立場だからあの憲法一 一を変えるなんんてていう政策持っませからこれ今ねコメントで天皇に関する敬意は見えないなそういうことはないですよねいやそれはあれですよ日本の象徴としての敬意を払いますよ私たちははいかりましたそれとですねもう一方で自衛隊ですね先ほども出ました自衛隊これはどうしようと考えてすんですか国会開会式出ないよっていうのはありましたけど国会開会式は天皇が出席してるから出てないんじゃないですかあそこはなんかね 要するに国会議員が集まってあの天皇からそのお言葉をいただくとうん、うん、でこれは違うでしょうとう主権在民の国なんだから、うん、で国会は国権の最高機関なんだから、うん、なんか天皇からお言葉をいただくというのはね、うん、こういう式典の形態は間違っているでしょうとだからその天皇が出席しているところに私たちで出ていかないなんてことはありませんようん、うん、いろんな式典であの天皇と同席することもあります、はい、うんそれはでそういう場合に 国民の象徴に対するあの敬意はもちろん払って対応してますから、そこはあの誤解のないようしてください。わかりました。はい、で自衛隊どうされますか？自衛隊は憲法違反の軍隊ですよねこれは。憲法,憲法違反の軍隊です。軍隊で。軍隊です。はい、だそれは誰が見たって軍隊じゃないですか。やっぱりもう世界有数の規模なわけですから。うんうん、で憲法九条というのは軍隊のない国を作るんだということをね掲げたわけで、やっぱりこれを 実現する以上やっぱり自衛隊は将来的には解消していく解消ただ,ただ現実にじゃあ明日から全部解散するそれはできるわけがないというのは私たちも百も承知ですだからそのまずはその安保条約をなくして、うん、で真の独立国になってで自衛隊についてはあの徐々に軍縮を図っていくということをやっていきたいこれね、うん、あの私の意見は実はないんですけど、ええ、ユーザーの意見を代読するとですね、ええええ、いわゆる 日米安保もなくす、はい、あ、まあアメリカのが守ってくれてる状況がなくなる、はい、で自衛隊もなくなる、はい、そうすると丸腰じゃないかとコメントさっきから出てるね。で今その東アジアが不安定の中で、攻められてきたらどうするのよと。でそれについては共産党は我々国民をどう守ってください。いや、それはもう綱領でもはっきり言ってるの。そういう過程の中でもし あの不正な侵略、旧約制の侵害、あった場合は、あらゆる手段でそれを守ると。だから自衛隊だって、その時は活用すると、いうことは,はっきり言ってます。でも自衛隊なくなっちゃってた。いや、なくない、そういうところではまだなくなってませんよ。だ要するに、あの今の政治状況がこのままだ。なんていうことでね、言えば、やっぱりそれは答えは出てこないわけで。私たちは徹底的な外交努力で、やっぱ東アジアの政治常識で。 軍事情勢変えてていいくんんだととう,うこここ言ってるんですよんやっぱりりり上がますよねやっぱ若干ですね例えば自衛隊はなくすけども、えー、その国民を守るための何かそういった、まあ、国防部はありえないと思うんですけど共産党の場合は、えーうん、何かそういったこう国民を守るためのなんか組織があるんであれば、うん、それはユーザーの方もそれなりに納得されると思うんですけど、うんうん、そこは結構大きいと思います、うんいや。だからそそうういうその 日本に対してまだまだ危険があるなというようなアジアの情勢がありね国民もやっぱり軍隊なくしてはちょっとまずいなと思っているような段階ではそんな,なんか、あのー、今の状況の下ですぐに非武装みたいなねうん、うん、そういう話をしてるんじゃないんですかね。だから共産党はなんかお花畑っていうんだけど違うんです。うん いや、まあ、お金のばっとけとは書いてないますけど。<laughs> 平和ボケじゃないんですよ。<laughs> うん、あの、やっぱりリアルに情勢見てますから。うん、うん、ただ。やはり、私は、その憲法九条で掲げたね、私たちは憲法九条で掲げた。理想に向かって。うん、はい。やっぱり、世界がね、進んでいくような。その先頭に立つのは、日本の役割ではないかと。いうふうに思うんです。そういうアジアを作っていきたいんですよ。なるほど。うん、でも、これは一つですね。ええ、まあ、あの。共産党の、まあ、ブレないというか、ずっと、ええ。 以前から主張されていることですからそれはそれでまあそういう政党なんだというそういういい理解はて例えば、ねあのー、NHK の世論調査なんかで僕はあれと思って感心したのはこれからの安全保障をどうするかという質問で、ねはいうん、日米同盟基軸に日本の安全を守るというのは19%なんですよ。<っ>でアジアの国との外交で安全保障体制を図るというのは67%なんですね。 から中国の動きへの対応もアメリカの軍事力で対処するというのは12%アジアの他の国々とともに対処するというのは57%日中、2国間の関係を深めて対処する23%。これ NHK の世論調査です、2年前の。2年前、うん、だからあの私たちが言っていることはなんかそんなに現実離れした話ではないと思っていてやっぱり、ね、その軍事、軍事で何でも対応する。 っていいいううこととだだけで本当にんろかやっぱり本当の意味での外交力を発揮して、うん、やっぱりこのアジアの、ね、中で生きていく道をやっぱり日本は追求していく必要あるんじゃないかと、うん、いうことはね、うん、国民の中でもそういう声が出てきてきいると思いますよあの確かにね、うん、あの理解してるというのはいわゆる今の外交の足かせというのは確かにですね、うん、ある意味アメリカと日,、うん、日米安保を組んでる限り、うん、おそらく。うん 日本の独自外交というのはかなり制約が受けるだろうそういうことですねそうですそのためにまず一旦取っ払いましょうと、うんうんうん、そうですそういうことですねそれがやっぱり日本のいろんな歪みの根源にあると対米、うん、従属っていうふうに、ね、私たちは言いますけれども、うん、安保条約の下で経済的にも軍事的にもアメリカのまあ支配の下にあることが日本の外交上の独自性も発揮できないうん、うん、その原因になってるとなるほど で独自外交やりましょうと。でその中でやっぱり本当にアジア特に北東アジアの平和作っていくという道進んでいこうじゃないかと。ちょっと待ってください。アンお願いって何のアンケートするんですかね。ごめんなさい。えっと何のアンとートしましょうか。九条かな。何だろう。何のアンとちょっとユーザーの皆さんあの何のアンとすればいいかちょっと。都合の悪いコメントも読んでるよ。えっとね何だろう。NHK のこと今の NHK のイベント同じやつか。ああなるほど。 NHK とこれ説明ってわ<あ>かる、ね、どうどういう形えっとどうしょうこれからの安全保障日米同盟基軸に日本の安全を守るかアジアの国との外交で安全を守るかこの二択でいいですか確かこれはこの二択だったと思うんだけどな、えー、日米同盟を基軸に、えー、日本の安全守る日本の安全守るか、うん、アジアの国々とのアジアの,、ね、アジアの国との外交で安全はいこれは結構じゃあこの NHK 2年前の NHK と今のニコニコユーザーのなんで2択なんだろう多分2択の質問だのここ確か、うん、合わせて86%ぐらいからねほとんどこれ2択だと思います、えーはい、これ分からないも入れますかね分からないも入れますい、分からない3択でいきましょう、うん、これいいですよね こんな感じで生放送できたら最高ですね。<laughs> うん、いや公式でもこんなね結構ね。そうですね。あの自由にやったりできしないですけど。うん、そう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 。アジアってどこっていうのは確かにあるんですよ。<ー>そうそう。はい。いいですか？アンケ準備できましたか？あちょっと待ってくださいね。アジアってどこってまあ。 これはやっぱりまあ北朝鮮ってのはちょっとね、ないかな。やっぱり中国韓国でしょうね。いやこれアジアってなんで国名によってね、すみませんが NSK のアンケートがそれ書いてないんですよ。だからこれはまあ比較する意味であの一緒にしたいと思います。これは皆さん想定中間ですね。あそうですね。なんで笑うの？中間だと。わかりま はい来ました。何を基軸に日本の安全をまあ日米同盟アジアの国まあまあまあ出資とした方でうですね。さあどうですかね。うかねうん、両方っていうのもありますね。まあ両方でもこれ N.H.K のアンケートがこれどっちかと聞いてるんであの両方もありますけど一応、うん、はい、はい、どうでしょうか。 まあねまあねこれ納得ですかこれえ納得はしませんけどまあこういうふうになるんだろうなとただそれでいいんですかとやっぱり二21世紀こういう道だけを突っ走っていいんですかということですよねだってねだってその習近平はアメリカに行って8時間もあんなにこうね会談するような時代ですよね。 パ韓国のパク・クネ大統領はアメリカ行って、うん、でアメリカ議会で演説させてもらってるじゃないですか、うん、日本の首相は誰もそんなことを最近させてもらってないですよね。うん、やっぱりね本当に日米同盟オンリーでやっていくようなねそういう,こう道でいいのかと、うん、いうことは、ね、真剣にやっぱり考えた方がいいいと思いますよ多分ですね、うん、まあこう言っちゃうと、まあ、これは僕も含めてなんですけど、ええ、多分ね情報量のもしかしたらですよ、ええ あの情報量がなんかすごい違うのかなという我々ユーザー我々含めてユーザーの要するにアジアに対する情報とねあの小池さん共産党の中間まあ具体的に中間に,対に関する情報量がね違って多分もしかしたら中国とか韓国への理解度が情報量がなんかね全然違うんじゃないかなと思うんですけど。 もしかしかて僕らが納得するのは共産党志位委員長小池さんが、うん、副委員長がですね、うん、中国に行ってそういった外交的な話をね、うん、してくださればこれは我々納得します、うん、でも今はいや残念ながらですね我々は中間というと報報道ベースの情報しか知らなないわけですよです、ねえー、なんか具体的にイメージできないいうのは、ね、イメージできないですよね,ねみんなねそうですよね、うん だって韓国にしてみるとね。いや中韓大嫌いっていうね、やっぱりそうそういうのあるじゃないですか。うん、いやそれでもありますよ現実問題。それは好き嫌いじゃないと思うんですよ。僕だってそんなにそのじゃあ中国好きか韓国好きかって言われるとね、うん、これはなかなか悩ましいですよね。<laughs> いやもう小池さん大好きです。<laughs> いやそれは悩ましいですよ。<laughs> ありがとうございます。いや好きだからじゃないんですよ。うん、なるほど。やっぱり日本という国が置かれている位置とか歴史とか考えたらば、こういう国々との関係を重視しながら。 日本の舵取りをしなければ未来はないでしょうとうん、うんね、いうことなんですよ。未来がないっていう部分が我々見えないんですよ。だからもう選挙終わってからでいいですから、<laughs> もう少しやっぱり新長とか小池さんがですね、はい、共産党のトップがそこはたり見せてほしいんですよ。ぜひ、うん。<非>なるほど。はい。それはでも、ね、本当にあのやんなきゃいけないし、まあ努力もいろいろしてるんだけど、これはね相手のあることでもあるんですよね。まあね確かに、ね。なかなかね難しい国でもあるし。うん だってあれですよ韓国なんか新大統領、うん、あの新政権になってから一回も日本のトップと何もコミットメントしてないんですよ。うん、そいわゆるその霞が関は当然していると思うんですけど、うんえー、トップクラスって何にもしてないんですから、えー、ただの、志位委員長は韓国に行きまして朴槿恵大統領の就任式には出席をして朴、うん、大統領ともあの挨拶をしてきていますそういう努力は、はい、あのしているんですけどね。でぜひこう まあ理想論じゃないんだな理想論って出てるけど、うん、ただやっぱりそういう意味では本当にそういう,こうアジア外交っていうのがイメージできるような努力をまあ共産党にできるあの仕事もたくさんあると思っているのでぜひそれやっていかなきゃいけないなっていうのはあの皆さんの意見聞いてます <laughs> これねでもねの、うん、他の政党と違ってやっぱり共産党はあるかなり組織がしっかりしてるので僕らやっぱりいろいろ言ってくれればよしやろうって言ってくれる可能性は すごい高いい高と思いますね、うん、どんどんみんなね、うん、理想論理想論って言えばいいと思うんですよ。うん、<laughs> <laughs> そたら多分ね志位委員長小池さん副委員長はですねもう答えると、ええ、それを期待してやります、はい、あ,ありがとうございます、はい、で最後にですね、えー、歴史これ歴史っていうと,ちょ,とちょっと歴史ってどういうことですかね何についてこれについてねっとユーザーの関心度を聞きたいんですけど歴史って何のことをおっしゃってるんですここで言ってるのはやっぱりあのー。<laughs> あですね、靖国参拝の問題とか日本軍慰安婦問題とかですねあそういうことを含めての歴史ですねへへへへまあこれについて関心がありますかと、えー、まあ当然あるでしょうけどちょっとごめんなさい一応段取りなんで歴史について関心があるか領土問題とか慰安婦問題、はいえー、靖国参拝についてですねはいもいきましょう結果どうかまあこれもね、うん、まあみんな関心ありますよね <laughs> で、これですね、えっ、ー、と靖国参拝についてはね。はい、共産党としてはどうお考えですか。あの靖国神社というのは、あの一般的なやっぱり神社仏閣とは違うわけですよね。で、あそこにはあの優秀館という、あの軍事博物館があるわけです。はい、そこでは。あの戦争が、あの。正義の戦争だったんだという、展示うん、うん、主張があるわけですね。やっぱりそこに閣僚が公式参拝するということになれば、その神社に。うん これは世界に向かって日本政府がそういうアピールをすることになってしまうと、うん、だから私たちはやっぱり公式参拝はすべきでないというふうに思いますよ、うんえー、だからあのなんていうか戦没者に対する異例じゃないんですよ、うん、しかもねあの自民党の高市早苗さんなんか先頭に168人が、はい 言ったじゃないですか参拝っていうのはねそっと密かにこうやってお祈りするのは参拝でねこれ有罪デモンストレーションでも何でもないですよあの有罪聞いてみていいですかね参拝すべきすべきじゃないこれ二択でいいかな二択でいきましょうかちょっと聞いてみましょう靖国参拝賛成か反対か公式参拝ですね閣僚ねんか一人一人の政治家がじゃあいっちゃいけないかってそこまで言いませんよただやっぱり政府のの責任ある立場 政府として首相、あるいは閣僚、はい、あるいはまあ閣僚クラスの例えば自民党で言えば三役、そういった人たちがやはりその参拝することはどうかとやめるべきだというのが私たち、うん、それについて、どうでしょう、皆さん、どうう考えますでしょうかあの、まあ、これ、ですと、ね、ユーザーの中には、そこはたりに、その前にです、ね、例えば。 まあ東アジアの国々がね日本の,その閣僚が参拝することによって非常にやっぱ反対とか懸念を示すわけですねそれがまあユーザーに見てみればですね内政干渉だろうとまあだからこれはさまざまな歴史があるわけじゃないですかでも今いろんなユーザーがいてあのニコニコは若いユーザーもいるしさまざまな中でその実際そのいわゆる歴史ですよね歴史がどういうい形で えー、東アジアの中で展開され日本は何をしてきてかっていうそういうなんていうのかな、ねうねね、特にやっぱりあの学校の中での歴史教育なんかで近現代史がほとんど大体、うん、いい時間切れになっちゃうでしょう、うん、授業なんかでね。やっぱりそういう中でアジア3,000万人の,、ね、あの人の命を奪ったんだっていうのは、うん、そういう歴史はやっぱり、うん、あのきちっと学校でも教えられてないっていう問題ありますよね。うんうん やっぱり変えていかなきゃいけないなと、はい、ちゃんと事実をね、うん、伝えるとでなんかその別に謝り続けなきゃいけないと思ってるわけでもなんでもなくて、うん、あとやっぱりそうですね、うん、自虐史観についてやっぱりどうなのかと思っているユーザー多いと思いますねそうじゃなくてやっぱりその逆にその歴史こういう問題を怒りを掘り起こすような行動を政治家がするべきではないということですよね、うん、はいいかがでしょうかやっぱり参拝すべきうですね。うん かななり多いんだそういう人たちにぜひ訴えたいですねこれでいいんだろうかということをねその時に今の小池さんのお話ってのはすごい情報がいろいろあるんですけどやっぱり僕らにしてみるとねなんで参拝すべきではないんだとやっぱりそこはもう本当に情報量が少ないんでその点は今後もぜひ。そうですね はいいいうふうふに思まますはかりましたあとですね、橋本大阪市長の慰安婦問題、えー、発言が問題になりました、えー、で今は、まあ、ちょっと若干収束した感もありますけど、これについてはどう見ていらっしゃいましたか、うん、いや、これはもう許しがたい発言だと,い,言だというふうに思いますあの橋本さんはなんか、よせばいいのに、外国人記者会見、外国人特派員協会で、はいはい、あれは戦争中は必要だと言ったので、うん、自分が必要だと言ったわけじゃないってごまかしをやりましたよね。う でただ橋本さんは何と最初に言ったのかというと、うん、慰安婦制度が必要なのは誰だって分かるっていうふうに言ってるわけではい、はい、誰だって分かると言ったのに自分は入ってないっていうのはちょっとこれはねごまかしですよねやっぱりねうどう考えても。でやっぱりこの,あの強制連行があったのかなかったのかっていうことについて人さらいのように連れて行ったかどうかっていうようなことをね言、うん、う人がいますけども実際には戦地に連れて行ってで軍隊の中で脅迫的なこう 中で行われたっていう、まあその事実は、うん、あの裁判の判決でも事実認定されてるわけですからね。うんうん、それからあの外国でもこんなことやってるなんていう指摘もありますけれども、うん、軍があの軍の事業として正式にこれをやってたっていうのは、でしかもそれを継続的にやってたっていう国は日本しかないですよね。うんうん、あとその日本が占領された時に、はい、あの当時の米軍に対してそういう制度を があったということをね、うん、まあ今コメントでも出ましたけども、あれは日本政府側があの当時の侵中軍に対してそういったことは必要ではないですかと、うん、いうことを言ったわけですよ。うん、で、しかしそれをアメリカ軍の方はまあ結局拒否をしたという経過もあるわけですから、うん、だからやっぱり政府が継続的にあのあ,あいう慰安婦制度どのよなものをあの事業としてやったっていう国は世界でも日本だけだというふうにこれははっきりしていることです、うん。ええ なんかコメントではね、うん、やっぱりその資料を出,せ、うん、出してくれとか資料いいくらででもあるじゃないですかうん、うん、それはちょっとこう今日今ここに持ってきてるわけじゃないからあれですけどもあのその問題についてはあのいくらでもこう実際に軍が関与して慰安所を設置したというような、ね、資料っていうのまあユーザーもじゃあ資料を出してくれとで、うん、資料はありますと。うん、でもそういういやり取りって、うん あのちょっと一歩引いて考えると、うん、なんかちょっと不毛っていうかちょっと悲しいですよね。そうですね。うんうん、なんでこんなになって失神になってその当時の慰安所はなんか慰安婦制度をなんですかななかったんだっていうことを必死になってこう主張されるのかはちょっと僕は理解に苦しみますね。うん、なるほど。わ、うん、かりました。やっぱり事実は事実として認めなければいけないと。うん、でそこにやっぱり向き合ってアジアとの。 新しい関係を作っていこうじゃないかと思いますけどね。うこういう議論を続けていたら、本当に日本という国は。うん、まあ、あのこれはアジアとの関係だけじゃないと思いますね。やっぱり。アメリカ、あのクリントン、前国務長官もセックス,スレーブだっていうふうに、こう言ってるわけですよね。で、やっぱりこういう議論を続けて言うと、日本っていうのは。世界が孤立しますよ。やっぱりそのアジアだけじゃなくて、ヨーロッパ。 うん、世界中も含めてね、うん、ちょっとやっぱり戦後世界の出発点を認めない国だっていうことになったらば、うん、それこそ日本の国益はどうなるんですかというふうに思います。あのまさにそこなんですけどね、うん、実はその一方では日本は孤立化するっていう意見は当然あるんですけど、うんええ、我々からすると本当にこれ孤立化してるのかよっていう疑問も実はあるんですよ。 やっぱりもっとそのもっとっていうの変だけどだ、ね、この問題、ね、慰安婦については、うん、あのアメリカの政治家もやっぱり日本の今のこの対応はなんとかしないとダメなんじゃないかっていう持ってるんじゃないですかね。そういう発言がアメリカの交換からも出てますよね。まあ確かにそれは周知してます。えーえー、なるほどでもねこの問題はいろいろ本当深くてあのでもねまあまあいろいろねやっていかなくちゃいけないことあるんだろうなと思います。はい、はい、とあとですね。 あのその他、はいえー、その他としてちょっと質問させてください。ちょっっと待ってくださいね、えーまあ、これね、うん、まあ共産党はぶれないってことをよくおっしゃいますけど、逆にですねそのぶれないというのは、ぶれ、うん、るというのはどういうことかというと、うん、まあ調べたら一応態度や方針などがあれこれ動くということがないと、あえて調べました、そ <laughs> ういうことなんですけど、うん、例えばね。うん あの周りの状況が変化していくと、うん、別にそこまでね態度や方針などを動かさないってことに、ねうんええ、僕はあんまり固執する必要がないとも思う,なん,思うんですけど、ええ、これはブレないっていうのはやっぱり重要なことですかいややっぱり重要なんじゃないですかそのなんていうか流れに流されていくようなねことではうん、うん、やはりその日本のまあなんていうかな政党として責任を果たせないと思いますよね。やっぱりうん、うん それはあのいろんなものの言い方だとかアプローチの仕方だとかこう国民の持ってる思いに応えるっていう努力はやっていく必要があると思いますけどやっぱり憲法を守りこれ政治に生かしていく問題であるとか原発はやはりその社会と日本社会と共存しないとなくそうとかやっぱそういったことはねレずに主張していく。 のがやっぱり共産党だと思いますし。それがその、ブレブレしてったら、共産党じゃなくなっちゃいますよね。やなるほど。わかりました。あと、まあ、これ共産党の特徴ですけど、まあ、これ何度も上がってて。まあ、改めて確認なんですけど、まあ、企業献金とかですね。まあ、政党助成金もらってないんですよね。まあ、これはやっぱり、他の政党と大きく違うところで。だからこそ、きちっと主張ができたり、というところもあると思うんですけど。まあ、これ。 まあ企業献金とか政党助成金これはもらわないというやっぱ赤旗はど,どういう理由からなんですかね改めて,れてそれはやっぱりだって政治を歪めますからね、うん、あの企業献金というのは結局賄賂ですからどんなきれいな言葉を使ったって、うん、企業が政党に金出すのはそれなりの見返りを求めるわけで、うん、これは賄賂ですから、うん、これは本来的にあってはならないことだし、うんまあ、政党助成金もねその 結局こう、政治を歪めてますよね。これでも、政党助成金は、じゃあ、そういう理屈で言うとですよ。<うん S 2> もらってもいいんじゃないですか。政党助成金、私たちもらわない、あの、これ、あの、批判している根拠は、<はい S 1> やっぱり、あの。国民がね、別に、支持してもらえない政党に、税金いくわけですよ。<laughs> <laughs> ああ、あれ、あれですね。議員の、数に応じて、分配するわけだから。まあ、ということはね、結果的には、その、国民が支持した。 結果がその議席に現れてるわけだからまあそれは配分としてはそうかもしれないけど自分が払ったお金が、うん、その自分も支持してないような政党の方にね、うん、こう使われるっていう意味ではね、うん、これはやっぱりうこういった形で政党に対して税金を支出するっていうこと自体は私たちは間違っているというふうに思うし、ん、実際にね結局何が起こってるかっていうと、うん、日本の政党が政党助成金付けになってるわけですよ。 はい、そこは自民党はうん、うん、今自民党の財政の72%が政党助成金ですよ。民主党83%、おうおうみんなの党は確か97%ですね。うんうん、だから結局ね、政党の独自財源ってないんですよ。国営政党なんですよ。ああ、はいはいはい。国営だから。官から民へ、官から民へってよく言うけどね、一番国営化されてるんですよ、政党がね。なる、うん、これはおかしいと。うん、やっぱり政党っていうのは国民に率直に。 政党の政策を訴えてその政党を支えるために、うん、ぜひあの拠出してほしいと、うん、共産党を勝たせたい支えたいと思っていただく、ねうん、人のお金で仕事をしてこそ、うん、とと大変なんですよ、うん、大変ではあるけれどもやっぱりそれやることこそがあのなんていうかな国民の立場に立った政治ができるというふうに思いますよこれ例えば金。金貯めすぎだとかって言ってけどね。<laughs> <laughs> ためてなんかいないんですよ。内部立法大変なんですよ。<laughs> 大変なんですよ。あの、ね、よくね、ほら政党の収支報告って新聞出るじゃないですか。そうすると共産党いつも一番多いでしょう。ああ確かにね。れ見てね、共産党金持ちだと思ってる人いるんですよね。あれ大間違いですか。大間違い。ちょっとそれね、ちゃんとご説明した方がいいとか言ってくだい。あれはね、要するに赤旗をね、赤い貴族とか出てますよ。何を、ね、共産党お金ないんですよ。<laughs> あのね、収入は多いんです。ただ支出が、うん もうほとんんど消えるんですあの毎日毎日アカウントを、ね、発行してますからはい、はい、だからねそれだけでもう本当にね、うん、あの大変なもうアップアップなんですよ。うん、で共産党は、うん、あの建物なんかもこれも自分たちの力で作ってますよ。うん、これもみんなの党員が寄付をしてくれたりして、うん、からから土地も自分たちの土地ですよ、うんうんで。でもそういう努力してきてるけどもでも大変なんですよやっぱり。 だったら政党助成金もらったらいいと思うんすけど、うん、だ,だ,だからそういうことが言われてしまったら <laughs> だってそんなにその左内輪でね、自民党だって民主党だって税金で暮らしてるわけですよ、うんうん、そんなことやってたらば税金の無駄遣いなんて正せないじゃないですか、うんね、自分たちが無駄遣いやってるんだからそれは結構説得力あるいやだから僕はやっぱりね、うんうん あのー、共産党もらったらどうかという意見は確かにあるんだけど、ね、それやったらおしまいだとう、ね、でそうやったら他の政党と同じになるとやっぱりね税金をもらってないから無駄遣い本当にこれなくせって言えるんですよ。ね、これはもうね頑張って、あのー、あこだわっていきたいというふうに思いますよね。 あとですね、えっ、ー、と、ちょっとユーザーからの、ここでですね、ユーザーの方からの質問を。ちょっと紹介したいと思います。C さんファーストクラス乗ってる、乗ってる、乗ってる。あ、これもいた方がいい。乗ってないよ。なんあのー、<laughs> 乗ってないですよ。シーさんはファーストクラスは乗ってない。であと、ごめんなさい、ちょっと個人的に、会社持ったんですけど。仮に共産党が政党助成金もらったっすると、いくらぐらいなんですかね。いや、ね、こう、えっとね。確かに、十七年間で、はい。 もらおうともらえたはずの額ってのが350億円って言うんです <laughs> 今までの累計でで350億ですかこれ言うとねなんかねもったいないなっていう意見がね <laughs> 結構あるんでだから10人で10億もらえるとかなんかねだめ、うん、なんですよこれはだめだと、はい、なるほどなんかそのお金あるとなんか外交もなんか、まあ、いやいや仕事じゃないですけど <laughs> 分かりましたいや政党助成金やっぱ廃止するのはいいんですようこういうね本当に。 政党を堕落させてるんです。えっとですね、ユーザーから、うん、共産党に一番聞きたいこと。天皇制についてどう思ってるの?はい。特に、女性天皇に一言お願いしますと。天皇制、まあ、女性天皇については、はい、あの。私たちは男女平等だと思ってますので。そういうかん、まあ、検知でね、この問題対応すべきだというふうに思いますけどね。ただ、の、天皇制について言うと、まあ、先ほどから誤解あるんだけど。うん あの、私たちは現行憲法を守れと言ってるわけで、はい、象徴天皇制をきちっと憲法通りに実行しなさいと。いうのは、私たちは。うんうん、で、だから、今、この象徴天皇制をなくせとか、はい、そんなことは言ってません。はい、なんか、あの、昔で言うと、天皇の名で戦争が行われたっていう過去の歴史がありますよね。だから、そういう点でいうと、あの、天皇制廃止ということを戦前の、あの、共産党は主張していたし。うんうん やっぱり天皇制廃止しなければあの侵略戦争を止めることできなかったっていうそういう過去があったんでそういう主張をしてますただ今ははそんんなことは言ってません、うん、ただ、うん、未来永劫じゃあその一つの家系に日本の国の象徴をそのやってもらうということが果たしてこのずっと続いていくんだろうかっていうことはねこれはあると思いますよ。だからそれは まあ、その時もこれは国民の合意でやっぱりこれを続けていくのかどうかということを考えていく、うん、そういう時期が来るのではないかなといいううふうに思ってます次はです、ね、<laughs> 財源と政策を対応させた表みたいなものを見せてほしい共産党の言っていることは小さな局面では正しいと思うけれどそれが全体として集まったときに実現不可能なんじゃないかと思ってしまう実現できることを数字上だけでも証明してほしいですと。 あのー、財政問題ではあの消費税ではない別の道をということで、あのかなり国民な財源もそうですね消費税消費増税、ええ、はいこれちょっと、あのー、消費税ではなくてうん、うん、あのー、これは反対ということですね。反対です。まあ今ね増税したら逆効果です。逆効果。はい。あのとにかくだって景気は必ず悪くなる。でそうすれば消費税以外の税収減るわけですから、うん、実際に97年に5%に上げたときは税収ガーンと減ったわけですから。今もっとひどいことになる。 実際には財源をあの消費税によらない形で、うん、あの無駄遣い削るのは私たち三3兆円から4兆円と 3, 3兆5000億円ぐらいということを示している民主党はあの政権交代の時16兆とかって言ってたんですけどいいす、ね、あれはもう高頭向けだと思うんですが原発推進予算とか、うん、あの中心に3兆5000億円、うん、あの無駄遣いにはメス入れるアメリカ軍の思いやり予算なんかを廃止すると、うん、いうことを言っています。それから、はい だいたい15兆円程度の富裕層への増税それから大企業の減税を撤回するという形でそういう財源を作るということも示してそれで社会保障の財源を作っていくということを今のご説明で十分分かりますよねだからつまりきちっとそう言って調べて積み上げた上での金額数字だということですね。 はいはい、これちょっと聞いてみていいですかね、えー、消費増税に賛成か反対かですかちょっとこれ聞いてみましょう、ええ、消費増税に反対か賛成かですね <laughs> これ割とねこの消費増税の話も、うん、あまり報道されなくなってきてなんかねもう来てるわけじだと思ってる人が多いんだけど <laughs> あの消費増税法の中には あの経済状況に応じて、増税の実施は判断するって書いてあるわけで。あの今のような状況でね、うんうん、やっぱり増税しちゃいかんだろうというのはね、これはあると思いますよ。やっぱり今はでも止められるっていうか、今度の選挙でやっぱりこれはね、止めなきゃいけないですよ。まあ十分これ、当然争点になりうるはず。いや、でも大争点にしなきゃいけない。なね、あの今まで消費税の増税っていうのは、うんうん、去年のあの総選挙の時も、自民党はスルーしたんですよね。はい、あの増税しますかしませんかっていうのに対して。うんうん 党首討論で安倍さんは三角という丸もバツも出さなかったわけですよ。だから今度こそねやっぱりこれを正面から増税していいんですかっていうのは通ってもらわないといけないと思いますね。消費増税はアベノミクスのある種の肝大きく関わってくる。いやもう安倍ノミクス全部ひっくり返すでしょうね。そうですね。てか安倍ノミクスの中のやっぱり毒薬なんですよこれがね。なるほど。三本の矢じゃなくて毒薬。毒薬。 これも圧倒的じゃないかこれ反対そ、ね、そうかうかやっぱそうなんだこはもしかしてごめんなさい消費増税反対って言ってる大きい歴史ある政党って共産党以外ってありますか、えー、まあ共産党はずっとこれは反対っていうふうにねう言ってきてますまあ,あの小沢さんのところは反対っていうふうに今言ってるけどもまあ小沢さん自身は生活のとり小沢さん自身は消費税 を機関税にしていくっていう主張ね以前なんか急に共産党最高とかね素晴らしいって、あの急にこうね。なんか手のひら返したよ。いやでもそれ正直なところだと思いますよ。あのこれはユーザーのね正直なところですよ。うん。いつでも反対といつでも反対というまあその反対の会じゃないんだけどそうですよね。これでもいいですね。面白いですね。やっぱりね消費税は。 将来上げてもいいでかね。ああそうユーザーはね、絶々々なんです、うん。だ将来上げなきゃいけないなと思っている人はいると思うんです。うん、ただ私たちも将来にわたってもね、消費税じゃない道で行こうって言ってるけれども、うん、将来もし上げなきゃいけないと思っている人でも今ね、うん、この局面で上げたらば元も子もないんじゃないのっていうことはあると思うんで、そこのところでね、ぜひあの消費税増税をやめようっていうね。 今度の選挙でそういうねちょっとね決着つけようよっていうのを決着戦だと増税中止いつ決めるのうん、うん、今でしょうっていうそういうちょっとね,ねこれを今でしょう今でしょうって言わなきゃねそれで今まで、うん、えっと今じゃないって言ってる人五5つの論点をしてきましたでこれ今小池さんのご説明と我々ユーザーの質問に答えていただきましたでこれをもう一回見ていただいて項目を見ていただいてですねその まあ説明を受けた中で共産党にぜひこれはあ期待する改革提言について一つだけちょっと選んでもらっていいですかこれちょっと参考になるかなとこれまで示してきた中で共産党に最も期待する改革提言はどれでしょうか一つだけすみません選んでくださいどうでしょうかね 期待しててないいっそうかないっていうのはちょっとねこれちょっとごめんなさい選択肢に入れませんでしたけどまあとりあえずこの中ではい意図的に考えなかったわけじゃないですけどはいいかがでしょうかおやっぱりそうか暮らし経済かあでも原発多いですねあれ外交あれだけいったのに歴史もちょっとな これどうですかこれ。いやでも暮らしの問題でね、あの支持していただいているっていうのは、まあ最後の消費消費税があったかな。わかりました。ありがとうございます。ぜひあの外交やあの歴史もあのはいすみません説得力ある訴えをもっとしてきて。これだけでですね、一時間半近くになっちゃいますそうですね。申し訳ないです。これは本来ですね、番組終わってる時間なんですけど。 すみません、えー、とこれから第2部、えー、これからも面白いですねぜひ、えーと。第2部ではです、ね、ネット選挙戦略、共産党の考えるネット戦略についてお話を伺っていきたいと思います。四 <laughs>、はい、月の参議院選はその初めての解禁となる選挙なんですけど、はい、まあ共産党はネットでのです、ね、選挙活動の重要性については、これ、どうお考えですかいやものすすごく重要だといいううふうに思っってます、うん、やっぱり あの日本の選挙っていうのはこれやっちゃいけないあれややっっっっちちゃゃいいいいいけけななあていうのばかりだったんですようん、うん、でそういう中でやっぱりそのネットという手段を使ってアピールの場が大きく広がった特にやっぱり一人一人の党員がやっぱり訴える手段をこう持つっていうことの意味はものすごく大きいなというふうに思ってましてぜひこれはもう共産党の力をはう、ね、もう発揮できる部分やだと思ってるんで,でる、はい、ぜひ頑張りたいなと。 あのネットに共産党は実はネットに対してです、ね、非常に関心を持ってきておりまして、まあ、その一つが小池さん司会やっておられます「とことん共産党」という番組があります、はい、でこの「とことん共産党」なんですけれども今ご覧になっているユーザーの方で,です、ね、皆さんどれぐらい実は見ているのかってちょっと調べてみたいと思いますちょっとアンケートで調べていきましょう 共産党が放送する番組とことん共産党を知っていますかというアンケートです知っているしよく見る一番二番知っているしたまに見る三番見たことがある放送していることは知っている知らない ちょっと微妙な選択肢のような気がするんですけど微妙ですけどこれ今見たらちょっとよく分かんない選択肢なんでこれでもねコメントで「ち鶴こち鶴こ」ってコメントしてる人は見たことある人ですよ上野さんいや上野ち鶴こじゃないんですあじゃないんですね高橋ちづこっていううちのね炎上はしませんでしたち鶴こち鶴こってねあれは見てる人ですよ高橋ち鶴こ衆議院議員のことですああそうですねごめんなさい大変人気があるこれちづこって字見るとなんかすぐ上野さんと思っちゃうんでごめんなさいはいどうでしょうか で<お><お>でもここれれよかったです知らないが50%もあったってあっあじゃあいつも見てない人ばっかりなんだそうか、うん、まあこれいいのか悪いのかちょっと微妙なんですがいいですかね、うん、ということは非常にこう見てる人たちは普段はあまり共産党とは、うん、縁がない,方縁がない接点がないっていう方じゃ逆に番組のまあやってすかった いやだって普段共産党のことを知っている人は、ね、もうみんな分かっているわけだからそうじゃない人にやっぱり、ね、アピールしました、うん、それといこで、ね、この番組、まあ、実は、ね、皆さんあの50%の知らないでしょうけど小池さんがです、ね、MC を担当されています、はい、これ非常にです、ね、もうプロの司会レベルなんですけどもれれこれ実際やってみてどうです いやなんかいや面白いですけどね面白いとにかくコメントがねもうリアルタイムで返ってくるのがやっぱり何と言っても一番面白いですねあの番組ではこれ実際どんな方が出てるとかっていうのがあってはい、はい、どんな感じですか VTRVTR ですねじゃあ VTR ちょっと、はい、あのどんな感じでやってるかを流していただけますでしょうかこれは実は共産党の担当の方から編集してくださったやつですねはい、はい、どうぞニコニコ生放送ご覧の皆さんこんばんは 今日からと特とん共産党ということでお送りをしたいというふうに思います。えー、共産党本部の中からお送りをしています。え月1回のペースで、えー、放送していきたいということで、はい、これからもご期待いただきたいというふうに思います。これは巨大な傘がじゃあん出ました。これあの雨の日どうするかっていうんで、あの雨の日の宣伝会ですね。実はあの宣伝会用のこの特 巨大傘、これあの特注でありました。これあのー、これ共産党ならではですかね。そうなんです。これあのビーチパラソルを<う>傘の部分を張り替えて、そうなんだ、えー。透明のビニールにしているということで、これ特注で、<う>まあおそらくあのー、宣伝カーでこれをやっているのは共産党だけだと。<う>まあ他のとはあの傘で手を持ってこうやってる人いるんですけどね。<う>まあこんなことを工夫していると、ういうこともちょっと紹介したい。はい。一票当たり生産者の価格で一万五千円するお米だったら。 あの関税ゼロになるると3000ぐらいのものもが入ってくるわけですよ、うん、そうするとその時は消費者はあこんな安いんだなって思うかもしれませんけれどもだけどそれは生産者はもう価格競争になったらやっていけないから潰れてしまって農家から撤退して生産する人が日本にいなくなってしまった時にそうなった時にどうするかっていうことが一つありますよね、うん、サッカー外交推進国会議員連盟の副会長 <laughs> というこ,とでこんなものをちょっっと今日は持ててきていたただきました <laughs> 共産党は専守防衛だから今日はバックをやってくれということで,でセン現代のセンターやったんですよで体を張った防衛をやりまして<ー>これは優秀選手賞この住宅密集地の上空をこれまでの米軍機もそしてオスプレイも周回するように飛んで回るわけですから <laughs> この被害っていうのは本当に世界一の、うん っていうふうふに言われるですよねさっきからね、あのコメントしてるね、学校なんで作ったんだっていう人はね、実際見に行きなさいと、あれはね、住民の、ね、住んでたところを勝手にアメリカ軍が取り上げたんですよ、うん、こういったことにもね、ものが言えないでね、何がね、右翼だと、も国, <laughs> 国,を国を守る気概があるんだったらね、アメリカに対してはもの言えと、もう本当にねぼけた話、やめてくれっていうふうに言ったすうん、小池さん、こうやってる間にもね、やっぱりツイッターとかね。 こうチェックしたりあ,のああいうところのコメントチェックしたり <laughs>、うん、そういう気配りっていうのがさすがやなとななんんでみんな笑うんですか<笑>新卒の若者を大量に正社員として採用するとそ,<う>その若者たちに新,新入社員たちにもう過大な業務を押し付けて、えー、長時間労働やそれからパワーハラスメントで。 えー、もうこの極端にですね企業に従属する人間に短期間で変えちゃう、うん、でその過程で若者はあ選別され、うんえー、精神を病むなどしてですねついていけない人は辞めていっちゃう退職していくとでそういう企業のことを若者たちがブラック企業というふうに呼び始めたんですね何年か前からそれが今のブラック企業なんですよね、うん、特にやっぱり放射能の問題でこの間凸庵は当にあに頑張りましたよね 頑張りましたね、うん、であの調べなさいって調査しなさいって言ったんですけどやらないわけですよじゃあやらないんだったらじゃあ私たちやりますよって言って都内で128箇所、うん、あの測って、うん、それで天気図みたいにねこれ題になりましたよ、ね、なりりままししたたよよねはい、はい、これなんか昭和っぽいってコメントとあと小池さんやっぱ痩せたんだねっていうコメント <laughs>

あの担当者さんたちのこれ編集ですうちかんでないですから <laughs>、はい、千鶴子さんはいずこってこと今度じゃあ出すようにはいはい、はい、<ひ>これ共産党の事務の方の編集でわれわれコミットしてないんで <laughs> はい <laughs> 繰り返しはい分かりましたえっとちょっと時間もなくなったのでえっとまあこれなんか印象的な放送って何かありました、まあ、今までだいたい9回やって てるんですけどね、まあ、全部印象的っていうか、もうほとんど印象残ってないっていうか、なかなか微妙な。なるほど。うん、うん、いや、でも、毎回毎回面白いですよ、いろんな人出てもらって。はい、はい、はい。あの、うちの国会議員なんかね、次々出てもらって、初回はね、国田さんが例によって、あの。和服でね。ああ、そうです。うん、まあ、かっこいいっていうかね。えコメントしませんけどね。はい、はい、はい。お、亡国の。 TPP この時は千鶴子さん出たんですね神智子さんで原発再稼働ってあありえないねありえないブラック企業にやっぱりねユーザーの方結構反応ありますね東京特集いうのはこ東京都議選があるんであの東京都議の候補この時はねあのねえっとねアニメ規制の問題やったんですよそうそしたらすごい反応あったそう あの青少年健全育成条例、はいでね、今、実は自公位、うん、自民、公明と、はい、維新の会で、えーえー、自動ポロの改正法案提出されています。すねえー、これユーザーの方にちょっと聞きたいんですけど、自保法改正法案について賛成か反対か、これちょっと聞いてみていいですかね、ちょっとその間に話を進めたいんですが、これ、どうですか、共産党、あるいは小池さん個人としては。 あのもうこれ共産党としてやっぱりその表現規制公的権力がね、うん、表現規制に介入すること自体はこれは反対ですよ。やっぱねユーザーの方からもね、えー、あの質問が来てます。えー、え二次元二次元というのはつまり漫画とかあるんですよね。二次元の規制単純所持ね。えー、単純正直、うん。これはもう本当にあの権力によるねやっぱりあの個人へのこういろんな介入の うん、きっかけになっていくというふうに思いますから、はいうん、まあ自公と維新がまあ今準備しているようですけど、やっぱり、うん、あのジッ法についてはこれはやっぱりストップさせないといけないというふうに思います。うん、絶対断固反対です。A、ええー、アンケートはいいですかね。あの青少年健全育成条例の時もね、あの反対でした。そ,それで結局民主党があれは都議会でちょっと修正したやつで、都、うん、の役人も変わっていませんって言ってるのに、それで賛成しちゃって。 通しちゃったわけですね。民主党が？そうですよ。うん、ちょっとそれはないやもう民主党都議会の民主党は、まあある意味じゃあの国政での民主党の裏切りは都議会から始まってますから。おお。だいたい月の問題そう。都立小児病院廃止もそう。で全部やっぱりこう公約違反。で都議会であれやってで国政でっていうねことです。あの青少年児童あのあの青少年健全育成条例もそうでした。 はい結果どうでしょうか、圧倒的ですねやっぱりこれは本当にね、時代は共産と、でもわらってのはちょっと気になりますけど、ロリーとかそういう問題じゃ、私たちは別にきちっとそういうのは市民的にね、規制をするということでいいと言ってるわけでね、業界団体のきちっとした内部基準なんかもあるわけですから、それでやればいいんですよ、健康とか、さまざまなルールで。 でそうじゃなくてそこに公権力が介入してきてこれはいかんあれはダメだめだということをやり始めたらば、うん、これはもう本当に表現の自由に対する、ね、規制がもう歯止めがなくなりますよとこれあれですよ皆さんこれ <coughs> 誘導してるわけじゃないですけど、うん、今問題になっているのは大きくですね、うん、不足第2条の問題とあとやっぱりその所持ですね単純所持の問題です。うん、例えば僕が小池さんにメールしたとするとその中に何かそういった添付があって。うん ちょっと間違ってダウンロードしちゃったと。うん、そうすると当局は小池さんのちょっとショッピきたいなと思ったときに、いやパソコンなんかこれダウンロードしてるんじゃないかって,言ってショッピける可能性があると。うん、でそうすると結局あのすべてのショ俺逆にしたても言わせてですねこのね。<laughs> <laughs> まあ別にいいんですよ。はい、まあすべてのパソコンなんかに対するやっぱりね、うん、こう介入っていうふうにもなり得るわけでね。うん、これやっぱり本当に。 あのまあ、自分はそういったことは全く関与してないとか、うん、そういう思考がないから全然関係ないと思っていると大間違いで、うん、そのことをやっぱり口実にして公、ね、権、うん、力が介入してくるということになるわけですからこれは重大ですよやっぱりあともう1個はその不足第2条なんですけど、まあ、ゆくゆく3年間調査して、うん、僕らの関心のある二次元ですね、うん、二次元の影響ですよね。 社会への影響について3年間かけで調査結果に振っては規制の対象になるってことですね、うんうん、でこれはもうクールジャパン国家戦略とも関連してきてですねとりあえずこれは自公意で上がってるんですけど政府はクールジャパンを進めていくという,うスタンスなんですがそこととちょっと合わないんですよね、うん、あの極端な話やっぱりその表現の規制ってって自主規制もかかってきますから、うん、もうドラえもんなんて見れないわけですよね。うん <laughs> だからそこあたりはですね、あの監視を持っていただきたいし、もう共産党がそういうスタンスであればですね、ここはもうブレずにある意味ネットのにおけるこれね争点だと思いますね。極端なんです。小屋君、その都議会の話したときにそれやったら異様になんか。そうですね。まあ小屋さんはそれは東京都条例からおっしゃっていることはつくやたと思います。はい。でですね、はいすみません、ちょっと外れましたが。 でですね共産党としてはね一つこういったデータがあるんですよ、ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、これいいですかヤフ、えーっと、Yahoo、でやったアンケートがありましてうん、うん、夏の参院選からネット選挙が解禁になると、うん、選挙期間中に何を使って、何を通じて候補者の発言する主,義主張や意見を知りたいのかと、うん、このアンケート結果ですねで、実は1位がホームページやブログ、まあ、これは圧倒的なんですけど、これはそうかなと。で実はですね あのー、今、フェイスブックとかツイッターがですね、うんうん、非常に政党の,の話題になって力を入れると実際、やられていると思うんですけど、うん、そればっかりが実は話題になっているのが動画その他というのを注目してほしいんですね。うす、ん、うと割合としてはですね2位3位なんですよそうですねでこれについてちょっとこれから聞きたいと思うんですけどこれちょっと意外でしたねもうちょっと SNS 関係が高いのかなと思ったらば、うん、動画はやっぱりかなり。 うん、ウイト高いですねやっぱりこう実際こうやり取りして、うんうん、ユーザーのカ家もリアルタイムでやれてるわけじゃないですか、うん、まああの僕らもいろんなあの情報を流すときにやっぱり演説会のデータとかね、うん、あのこの間は政策発表記者会見生でやったんですけどやっぱり反応強いですからね,うねうんアクセス多いですしで共産党としてはですね、えー、ここでネット選挙の戦略についてお伺いしたいんですけど、えー、実際例えばまあ ユーストリームとか、ニコニコ生放送で、生放送がありますね。まあユーチューブ動画ありますけど、まあ生放送とかで言うと。なんかお考えのその十七時間あるわけなんですけど。うん、なんかありますか。ちょっと発表していただけ。<laughs> 発表、あの。今考えているのは、そのとことん共産党、はい、今日特別バージョンやってますけど。これをまあ、ほぼ日刊。毎日。毎日ですか。いううこれ今まで月一じゃなかったですか。月一です。あすみません、あの。 担当いやええもうみんな,なんかもう頭抱えてるんですけど <laughs> いやでもねそのくらいのことでやんないとまずいんじゃないかなと思ってほぼ日ですねいわゆる、ね、伊藤さんのやってるほぼ日ほぼ日韓とことん共産党ライブっていうのはちょっと考えようかなとそれが一点あとはあのー、例えばですね、えーえー、C さんの追っかけ企画みたいのはどうかな これはもう志位さんだけじゃなくて小池さんのおかけもまあそうそれでもいいですけどうんやっぱとにかくこうずっとついて回って演説してるとことかその後ぶら下がりとかご飯ん食べているとことか千鶴子だって言ってんだろうってああ千鶴子ねいいですけどね千鶴子さん衆議院なんてあまりちょっと関係ないんで総選挙の時ぜひ千鶴子スペシャル」でて言うじゃい なんか異常に人気ありますすねななんんないんかかいですけど、ね、あとはあとは、まあ、あの記者会見は生でどんどん出していくっていうことは考えたいなとあ会見ですねぜひぜひそうですねそれはやっていきたいなとはい、はい、で実はですね,ねあのそれ以外にあの番組にあたってユーザーの皆さんから企画案を募集してみましたでこれですねまあユーザーの皆さんからいただいた意見を我々運営が集約してちょっと整理してみましたので、はい、それぞれえー えー、紹介していいいきたいと思います、えー、とまずですねデリットはい1個目選挙政策説明番組ちょっと硬いんですけど今日みたいなやつの、えー、ユーザーの方からあったのがですねごめんなさい時間も長くなってきたんでえっ、ー、とですね 要は選挙制約を書くと説明してるんですがやっぱり政策のレベルの話になるとよく分かんないとなので共産党には政策を掲げる今日みたいなですね背景とか政策の具体的な中身実現性について詳しく知りたいこれ例えば憲法デーとか外交デーとかそれ毎日やったら結構17日間埋まっていきますよねそういうのがありました はいじゃあ、その次にいきたいと思います、はい2番目、座談会、このままでれ、誰が座談会やるんですかこれがですね、ユーザーの方、うんえー、最近は強調していないようだが、うん、共産党は確かな野党、言ってた時期、うん、ありましたね、そうで,すね、えー、でこのままでいいのかと、ユーザーの方から、うん、えー、支持率を拡大して与党になるための座談会を関係者を交えて議論してほしいと。うん まあ刺激的なタイトルですけど、期待を込めて提案してみました。なるほどうん、関係者ってのは何ですかね。まあ例えば、な、うんだろう、支持者とか<ー>いや。いや、僕、僕無党派。あ、そうですか。<laughs> はい、あか、そういう意味でね。そうですね。<ー>はい。なるほど。まあ、そういうのがありました、うんうんうん。で、次は。 これは先ほどもありましたね、やっぱり街頭演説みたいですね、あとはですね、ネット演説、今回はリアルでは午後8時に終わっちゃいますけど、それ以降ですね、いくらでもできるじゃない、なるほど、ネット上で演説会をしてほしいと、あとですね、もう一個あったのは、街頭演説見たいんだけど、やっぱり昼間だと見れない、だから街頭演説を録画してもいいから、夜放送してほしいと、そういう意見がありました、はい次ですね、冒頭も紹介しました。 ちゃん<う>これはですね、まあ、小池さんのことだと思うんですけど実は私たち有権者は選挙期間中に候補者の動きを実際に目にすることは少ないと、うん、まあがなり立てる選挙家はもうたくさんだと、うん、また選挙ポスターだけでは判断できません候補者がどんな活動やキャラクター、うん、まあ素顔みたいなのですねはい、はい、これを知りたいだだ漏れで小池さんの一日を生放送してほしいです、うん。これ3年前やりましたから 今度も、あの。やります。これ、これも、実際計画も。しまあの、今ね、あの。事務方の共産党の職員の方が。笑ってますね。笑いながら、こう、うなずいて、こう、涙流して。まはい、そういうことが。やりましょう。はい。に。異次元対談、異次元対談ですね。これ、これ、どの党にも言えるんですが。無党派層から見ると、党員だけで盛り上がっても引いてしまう。なので、ここは。 無外部の共産党支持者ではない <laughs> 逆に言うとその共産党を反対してるような例えば資本主義者の権ゲのような大企業経営者などと対談番組をやってほしい、うんうん、意見の対立の中で共産党の政策の独自性が浮かび上がると思うなるほど異次元対談って結構よくないですかこれ、うんうん、いいですね、はい、そうどういう人がいいのかな経団連会長 ああ向こうが出てこないだろうな。浦津家の石原ナ別ね、わたみ見たらいってやるね。みたらいいね。うん。玉神。おお。あ玉神さん。橋本ね。出てくるんだってやりましょうよ。面白いじゃないですか。もうそうです。橋本 V.S. おお。小池と C とか。おお。いやそれはいいですよ。おお。面白いじゃないですか。はいはりましわかりました。えっとその次が赤旗ニュース解説。 ここれはね真剣に検討したことしたてますしてる、うん、やっぱりあのー、明日の赤旗の紙面を紹介しながらニュース解説すると。うんうん、いやいいねと。ただこれやっちゃうとなんか赤旗取る人が減っちゃうんじゃないかっていうそういう声もあって。<え>だってもう前の日にやっちゃったらだってああいや僕はね別にその当日のあれでもいいと思いますけど。あ あこれはねあの真剣にこういうのも考えるあこれすごいご参考、ええ、新聞があがった購読申し込みさすが運営ですねぜ<ひ>分かりましたよろしくお願いします、はい、分かりました、はい、要はですねこれ選挙中に赤旗の独自の視点大手メディアではない視点を切り取り上げて、ええ、で問題提起してじゃあこう赤旗的にはそのこういう問題提起しましたと、ええ、でじゃ 政党としては、どうやるんですかと、こうつないでいけばですね、広がっていくんじゃない,かい。かこれは本当に、あの考えたいと思います。はい、次ます、その。毎日、えっとことんやったときは、そういう。あのコーナーを作ろうかなと思ってます。七尾も頭弱いんかな、はい、頭弱いです。はい、次、食堂一日、う解放。これは何ですか。これはですね、あの新潮のツイッターというのは、これありますね。ああズドンと。これ、新潮のツイッター、これ解説して。このかなり話題になったんですが。 このこういうコメントツイートされてるんですね「食堂に食べに来てください」「コロッケキムチ味噌汁」ごめんなさいこれ共産党。ちょっともうちょっといいもの出ますよいいもの出るコロッケキムチ味噌汁っていうのはもうちょっとねもうちょっと砂はあったんでもうちょっとおいしそうおいしそうんかんかちょっとまあまあでしたっていうのはこれ正直だと思ってあそうですねいやおいしいですよおいしいですかこれ分裂ですか いいやいやその味においや美味しいですおいしいです,いです3000のカツカレーなんか出ないですよ480円で決まってますなるほど、ええ、でこれはですねツイートされたんですが <laughs>、ええ、実はこれをツイートを見て旅に来ようとした方がいらっしゃったそうなんですよはははところが、ええ、入れなかったんですよまあ一応その党本部の職員食堂です職員食堂ですからねでこれをですねあのぜひこの際 まあ選挙機会になるといろいろ言われるかもしれないけど食べ、うん、に行きたいですっていうそういうコメントがあったんですね一<ー>日開放ってことですかまあちょっと人,人数制限かなんかで先着何名とかってっ<ー>あ、うん、まあちょっとできるかどうかよく分かんないんでよく相談したいと思いますじゃあいきます <laughs> でですねこうやって見てきましたが最後です、はい、これはちょっと運営のです、ね、希望も兼ねて、えー、選挙最終日5時間スペシャル 5時間といいうううのはどこれ、選挙期間中は先ほど申し上げたように、8時で終わりですよね、街頭演説最終日も当然8時で終わります、その後ですね4時間あるわけですよ、0時まで、その期間中、ネット選挙ですから、なんかできるんじゃないのって話ですで五 <うん S 2> 5時間というのは、つまり街頭演説から入れて5時間。 つまり5時間って街頭最後最終の訴えで小池さんとかも涙流されるか分かりませんけど訴えるじゃないですか、新位も。で、その間、それを放送してなおかつ車で移動してくるのも生中継してスタジオに来るわけです、共産党の高校の建物そすと支持者とかがわーって来てお疲れ様でしたみたいな感じが来てそのすねそれで終わりではなくてネットですから各選挙区につなぐわけです、スカイプで。 で最後の訴えをネットでやるんですなるほど順番にやっていくんですチャンネルで共産党チャンネルでいくらでもできますからで最後0時を迎えるカウントダウンをしながら頑張るぞっていうまあ共産党的には頑張るぞって言わないかもしれませんけどいや言うかもしれない言いますかねいいですねそれね大団議ええもうやりましょうこれおお本当ですかもうこれはもう伊集院さんこれもう小池さんがもう終わった瞬間にもうちょっと バッタリって感じになるかもしれませんが、開票番組はぜひありますから。ああ、これやりましょう。本当ですか。ああ、ありがとうございます。最終日、五時間スペシャル。五時間スペシャル。さすが小池。とことん共産党と。はいみんななんかちょっと頭抱えてるけどあの辺。いやこれねでもね、十七日間でね、多分中だるみする可能性大なんですよ。まあそうです。そこの時に皆さんの頑張りでさまざまなコンテンツ、まあコンテンツって言い方もあれですけど、でもやっぱりこれはね、死ぬ思いで。 ですね、一応その8時過ぎたらマイク使った宣伝はできないんだけれども、うん、うちの候補者っていうのはもう終電まで適当で肉声で訴えたりとかそういうのやってますからねはい、はい、そういうのをあの何かあのゆく年ゆく年来る年のョヤの鐘の中継みたいな。 全国を結んで中継する。はいはい。あ、なんかそんなね、会社は面白いかも。スタッフなく、泣くぞと。スタッフは大変。でもね、これね、そうです。企画力あると有利な世界だなってね、今回はね、実はそうなんですよ。みんなね、あのフェイスブックとツイッターでね、お茶に濁そうとしてるんですけど、実は違うんです。なるほど。うん。こういった生放送のやる気とアイディア。これはちょっと本気でやんなきゃダメですね。はい。はい。頑張ります。あ、ありがとうございました。ぜひ。はいはい。 ということで、ええ、予定よりです、ね、大幅にごめんなさい、本当に申し訳ないです、オーバーしまして、えー、と小池さんからもぜひやると、あのいたただきましたで最後にちょっと一言、はい、ぜひ、えー、小池さんからお言葉をいただきたいと思います、ユーザーに向けてい。いや、あの今日は本当にあのじっくり、長時間にわたってね、政策のことも話してきたし、ネット選挙のね、戦略も議論できて、大変あの、有意な。 でした面白かったですあのぜひ何としてもやっぱりね勝たなきゃいけないと思ってるんで頑張ってあのネットを活用して特に、まあ、画像でね動画でね、はい、どうやってアプローチしていくかってほ大事だと思うし、まあ、生で,、ね、生でリアルタイムでそういう意味ではで、ね、小池さんはそのとことん共作をやって、まあうん、今日の番組でも非常に慣れてらしてねそこってのはかなりの武器になるんじゃない かと思いました、ね、あこういうふうにあのみんなできる人がいっぱいいるんで、うん、ぜひあのいろんな角度からやっていきたいなというふうに思いますはい。はいはい、ありがとうございました、えー、参院選が近づくにつれいよいよ本格化するネット選挙党の方は、うん、まあ寝るひもなく走り回ることになりそうですま,まだちづこちづこっていう、ね、まあまあいいじゃないですか、ね、だってまあ、ね、人気ありますねだから千鶴子さん企画も なんかもう地図子スペシャルっていうのもちづこスペシャル考えたいと思いますはいわかりました青森からあ青森なんですねわかりました今後も共産党そして各政党の戦いぶりに注目していきましょう本日は最後までご覧いただきましてありがとうございましたそれではさようならありがとうございました